はい、お待たせいたしました。戻ってまいりました。いよいよ、はい、最終ブロックまで参りました。ええ、ここからのお時間はもうね、何番組連続だっけっていうちょっと続きまして、開発コアメンバーと吉田プロデューサーの対談を行っていきたいと思います、はい、ね、いろんな話を聞いていこうということでございますが、はい、早速ご紹介いたしましょう。今回ご参加いただく開発コアメンバーの皆さんです。どうぞお入りください。締めてもらっていいですか。はい、ゴンダイさん、大本さん、春日さん、前広さんにお越しいただきました。ベロベロだ。なんとね、はい、予定表にはね、23時入りって書いてある、ね、芸人かなっていうね、まあ、まずは一言ずつ簡単な自己紹介と、ご挨拶をお願いいたします。はい、はい、ゴンダイさんから。14でバトルを担当しているゴンダイと申します。今日は夜遅い時間ですがよろしくお願いいたします。はい、はい、河本さんお願いします。はい、14で、リードプランナーをやっております河本です。今日はなんとか、禁断を制作させてらっしゃるです。それ言うね。これからも頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。春日さんお願いします。ファイナルファンタジー14のリードプログラマーの春日です。今回は3周年ということでこの時間にお呼びいただきました。よろしくお願いします。裏で飲みすぎてすでにベロベロです。あかん。しかもその前に生卵も飲んでるからもうベロベロです。シナリオセクションマネージャーの前広です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ちょっと告知したいことがあるんだけど、いい？ああ、いいよ。一瞬でいいから。ああ、いいよ。いい。ファイナルファンタジー14も今日で申請して3周年を迎えまして、はい、日頃の感謝のね、プレイヤーの皆さんへの日頃の感謝の気持ちも込めて、はい、ファイナルファンタジー14から一個ね、新規のプロジェクトを、プロジェクトマネージャーの M ちゃんから金を巻き上げて一個ちょっと起こしたんですよ。で、今日ちょっと CM の、そのプロジェクトの CM の動画を持ってきたんで、ちょっと見てもらおうかな。CM をちょっと作ってきたんで。ほう。ちょっとメガネかけるわ。まあ必要ですね。まあただ俺は承認した覚えがないけど。大丈夫ですかね。大丈夫ですか。いける。動画来てない。え、動画来てない。ちょっと。おいおい。ざわざわしてます。ジガルト、ジガルト。ざわざわしちゃった。今たけしいから私ってすごい今日なんか今日どうした今日どうしたなかった何もなかった何もなかった、うん、じゃあ前広さんご挨拶お願いします。 OK OK パネルマタジー14でシナリオセクションマネージャーやっております前広です。2回目です。よろしくお願いします。でね、話戻すんだけど、うん、ごめん何もなかったわ、うん、今日ちょっとプロジェクト起こして動画を1個持ってきたの、うん、それとだいぶ抜けたけどな2回目、うん、まあ3周年の下りとプレイヤーへの感謝どこ行った。すごい感謝してるんですよ、うん、感謝してるけど、はい、うん、ちょっと端折ってもいいかなって。なるほど。雑談な、ね、お前の2回目は後ほどって。なるほど。後ほど。じゃあ後ほど紹介いたします。取り込まなきゃいけないんでしょうね。お前ら反省会な。反省会だね。後ほど。いやいや、なんだこの微妙な空気スタート。ということで、このコーナーは、あれどうしました？このコーナー、このコーナーは、吉田さんにいろんなテーマを振っていただきながら、この3年の歩みなどなど。うん、いろんなことを振り返りながら、まあ、お酒も飲みながら、うん、いろんな話をしていこうじゃないかということでございますので、うん、あまりトークに、テーマとかなく吉田さんが振っていただいたことに皆さんにお答えいただきつつ、まあ、いろんな話を2時まで時間が来るまでしていこうというコーナーでございます、はい、なるほど。でルールが1個ございまして、うん、まあ、台本はつまり何もないわけです、うん、吉田さんがテーマを振るっていうことしか書いてないので何の話が飛び出すか分かりませんので、はい、吉田さんないし私が、うん、あ、もうこの話やめてほしいなと思った時には、うん、音を鳴らせる仕組みを用意しました、はい、ちょっと押してみてもらっていいですか。イケメンどこって書かれてる。めちゃめちゃイケメンゾーンやないか。何言うとね。あ、なった。
違うらしいです。あ、違うの？違うらしいです。これです。で、コアメンバーのみやすみやみやはい、今なんかそのためね、いろんな音を用意しておりますが、まあ、開発メンバーの皆様にドア玉で お約束いただきたいのは、音が鳴ったら一旦話すのをやめていただきたい、はい、話し続けたらいかん。そうやめろ、とりあえずやめろのために鳴らしてるんだから、あのやりきろうとか思ってないでダメです。ネタもしても言っちゃダメですというところだけお約束いただいて、うん、進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、終わるです。はい、え、そんな中あ、そんな中ね、そんな中ローチョ全部は聞かないです。聞かないです、恥ずかしくてやってみたかったでもね、はい、なんと、なんとマヨさん、テイク3の依頼が来ました。マジかきっついなこれ。生放送とはみたいなことでございますが、完全にネタ枠になってるね、ここ、うん、ファイナルファンタジー14でシナリオセクションマネージャーをやっております、マヒロです。やべ、すっげえ辛くなってきた、うん、今日ね、うん、でちゃんと言うよ、今日ね、3周年を迎えまして、日頃のプレイヤーの、うん、遊んでくださってるプレイヤーの皆様への感謝の気持ちを込めまして、うん、プロジェクトマネージャーの M ちゃんから金を巻き上げ、うん、新規プロジェクトを起こしました、うん、ちょっとこっそりと、でね、うん、まあ、せっかくだから、うん、その CM を作ってきたんで見てもらって、うん、ついでに承認もいただければなって。あー、なるほど、うん、ゴーサインを出すかどうか判断しろと。そう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 、まあ、よくできてると思うんだ、だからちょっと見てほしいなと思って。おー、この春日くんのね、うん、まあいいか早くやるよすごいね、冷ややかな線感じんだ。そうそう、俺だって好きでテイク3やってんじゃねえよそりゃそうだな。じゃあその CM トラーラーを見てみますか、はい、じゃあ大丈夫ですか、 OK じゃあはい、お願いします。どうかなこれ、まあ、ダミーパッケージも作ってきたんだけどどうかな、あんなよくできてるんだパッケージ裏もある、本当だ裏もある、どう、あんなタタル似てねえんだよ、うん、根本的な頑張って書いたんやで、ポイントとしてな、似てないんだな、うん、いやまあね、うん、あの CM も撮れるぐらいだから、もうかなりもう浅しかいんだけど、これ開発費どれぐらいなの、開発費今3ぐらいで、もう3あると嬉しいんだけど、ん30万ぐらい、え30万プラスもう3だから、もう33万ぐらいあるでしょ人月いかないやん、いかないないやだからせっかくだからもうちょっとこう予算もらってね、あの極上クオリティに仕上げれればいいかなと思ってんだけどじゃあしょうもう今のはダメない、承認してもいいけど、うん、開発費は、前広の給料から毎月10万ずつ引いてって、うん、まあ売れたらその本数でほら相殺すればいいから、ただまあ累積赤字でマイナスが残った場合はそれ払い終わるまで付けにやめられないからねきついな、うん、だってそれはだってせや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 ね、せやね、あ、きついわ、売れりゃいいですよ、売れりゃいい話、それでもいいなら頑張る、頑張る、予算書ちょっととりあえず一回持ってきて、持ってきて、なるほどね、機材費ほぼ自腹だね、うん、なんで興味津々見てんの、いや多分ね暇だなめちゃめちゃ忙しいよはい、じゃあ早速トークの方に行きますが、いやいやいや、その前にあれでした、あ、乾杯しようか、そうなんです、乾杯しましょう、皆さんお好きなお酒をですね、うん、お取りいただいて、マイラ飲むだよ、もう、ありがとうございます、とりあえずビール、俺こういうのまあいや下途中で行ってきていいよ別に
お茶もらおう。これ空いてる？空いてるんじゃない？あれ俺さっき日本酒飲んでたやつどこ行ったんだ？これ、ね、これ？ああ、これか。ちょっと一回お茶飲む。はい。じゃあ。よいしょ。吉田さんにご発声いただきまして、また皆さんも打ち上げなので、もう飲んでいただいても。あと残りだから14時間まで2時間弱でしょ。はい。あと1時間45分です。そんなにいったのね。ためになる話とか得になる話は何も出てこないと思うんで。ないないね。ないね。もう番組は終わったのかなっていう感じで。打ち上げだね。はい。じゃあ、はい、モニターの向こうの皆さんもいいですかね。用意が大丈夫ですかね。よし。じゃあ乾杯。乾杯。お茶うめ。そしてですね、ちょっと待って、どちらかる前に、どちらかる前に、はい、朝、うん、ちょっとだけお見せしたお花をですね、改めてちゃんとご紹介したいなと思いますので、はい、皆さん話を始めるのはちょっとお待ちください。先にお花の紹介からするんで。はい。ということで、カメラさん準備がよろしければですね、お花の方にカメラを向けていただけますでしょうか。本当好きだねそれ。うん、はい、順番にご紹介させていただきます。ガジェット通信様、フォーゲーマー編集部様、吉田さんかぶっておりますが、映像様、はい、ロジクール様、はい、日本エイサー様、はい、電撃のレバン FC 一同様、はい、そしてサイコン様、ずっと来ていただいて、はい、プロジェクトホワイト様、はい、エイリアンウェア様、日本マイクロソフト様、センターにマイクロソフト、はい、私はあれ我々コンソールハードはまあブブーでもないな、今ブブーなの結構判定厳しい、まあ、そこまでにしておこうと思います。ASUS ジャパン様、NEC レノボジャパングループ様、サードウェーブレジノス様、こちら、ユニットコム様、MSI コンピュータージャパン様、はいはい、ニコニコ生放送様、下行きます、 IO データ様、で先下行きます、もう映ってねえな俺、はい、こちらは浜村さんから個人名で個人名でいただきました。そしてですね、そちらの端に今年はコミュニティの皆さんからも、はい、お花を頂戴しまして、下から行きましょうか。じゃあこれ誰でしたっけ？ジロー一派。あ、ジロー一派。はい。ありがとうございます。そう、コミュニティ名ジロー一派ってすごいよね。そうですね。こちら一撃格殺 SS 日記 FC、ジョビネッツァ、はい、の皆さん。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして今日先ほど上にもう一個いただきました。はい、こちらのジロー一派木薬と、ミーナンとおじちゃん一同様。あ、なるほど、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、多数のお花をいただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうやめれって。よくその小回りが効きますよね、うん。よいしょ。はい。はい。ということで、ここからは、では早速いろんな話をしていこうじゃありませんかということで、はい、吉田さんにお任せします。あれ、俺のブブーどこ行った？ブブーここです。あれ、ブブー1個しかないの？1個しかない。あ、そうなんだ。じゃあいいかな、俺押さなくて。気が抜けない。なんだろう、こう何を話をしようかというと、はい、まあ Q14 のアルファから振り返ると6年、まあ、申請して3周年なんだけど、まあいろいろあったよねっていうことで、まあここでしか話せない話とかいうのを、まあ午前中、ほらもう午前中昼スタートした時に、うん、一応こうこの 3年であったこと、うん、何か印象的だったことはみたいなのやったんですけど、酒入ってなかったんで、あの時、うん、酒入ってからしか言えないとか、うん、で3周年じゃなくて6年で考えた時に、俺はしんどかったわみたいなことかを話してもらおうかなと。で、前広は酔っ払いすぎて怖いんだよ俺。大丈夫、あのゴンちゃんなんかある、まずびっくりした。そうですね、まあ、6年で、そもそも、はい、まあ
みんなあんまり知らないと思うんだけど、まあ Q14 のローンチ前に UI のヘルプで入ってるんだよね、14に。いや、違くて、もともと根性版の14と呼ばれていたものに、がローンチする1年半ぐらい前に、まあ、河本さんから面談されて、うちのチームに来てくれないかっていう話をいただいて、でその時まだ時間があるんで、バトルまだ触れるところ結構あるから来てくれないかなみたいな話をされて、じゃあっていう話で、まあその時、その時っていうか、まあその14に来る前って自分11を担当してたんですけど、でまあちょっと11がまあその頃の開発体制ってあんまり個人的に、この話でブブー押してね、本当にもうそういう思うところがあって、であの時って11がその計算式を担当してるチームがあって、アイテムを作ってるチームがあって、で自分みたいにあの PC のアクションを作ってるチームがあって、でチームというか担当がいて、でまあコンテンツを作ってる人がいますって言って、それらがまあ本当に別々で仕事をしてて、でバランスをその全部を見てバランスを取るみたいなことができてなかったんですよ。ああ、なるほどね。そこだけでどうしても。そうそうそう。なんでまあそこがちょっともう嫌だなみたいなのがあって、ちょうどお話をいただいて、渡りに船だなと思って、じゃあ行かせていただきますって言って行ってみたら、まああれなんかバトルいじらせてくれるって言ってたのに、あれ俺スクリプト書けって言われたみたいなのがあって、すげえずっとスクリプト書いてるっていうのが根性版のリリースまでの自分の状況で。なるほどね。ちなみにあのすいません、皆さんの理解のために、バトルをやることとスクリプトを書くっていうのはどのぐらい違う話ですか？自分はまあなんかいろんな企画の仕様を書かせていただいたりとか、データ設計をさせていただけるんだなと思って行ったんですけど、まあなんかアクションのスクリプトを書いて、要はゲームに出るように実装してくれみたいな話を。要はもう決まってたアクションをとにかく。そうですね、まあそういう仕様でゲームは作るっていうのが決まってたんで、まあそれのスクリプトを実装してください。あ、まあでもそれってまあこういうちょっと上の立場になってくると人を取れる取れないとかいう問題があるんで、結局まあ自分がそういうポジションに収まるのは別に自分の経験としてもいいかなと思ってる部分もあったんですけど、まあ本当にブブをしてね、まあぶっちゃけその14行くときにブッコとかモッチーとかを誘って、まあどうせオンラインゲーム作るんだったら今の流行ってるその MMO を触っていろんなの勉強しようよっていう話で、ワウを一緒にブッコとかモッチーとかと始めて、まあそんなことをやって、じゃあ14ってどんなゲームだろうと思って行ってみたら、まあなんか個人的にはあんまり来ないゲームだったって。なるほどね。でまあいろいろありましたねっていうのが、個人的には来ないゲームだったっていうのが面白いな。そうですね、丸めていただいたらやったら。で正直まああの1年半ぐらい作ってるんですけど、まあそこでもう自分は作り切ったらいいかなっていうのが正直あって、まあ作り切るところまではちゃんとやります。そうだね。でもそこであのすいません抜けさせてくださいっていうのがあって、本当にブブーをしてね。その時にまああの今ドラクエ10のプロデューサーをやられてる斉藤さんに相談をさせていただいて、ドラクエ10に移らせてくれませんかっていうお話をして、でまあ分かったっていう話をまあ相談に乗っていただいて、でリッキーさんとも面談をするっていう話になったら、まあ実際はローンチした後に、まあ、ちょっと炎上しまして、でまあ炎上した結果、あの前プロデューサーの田中さんからちょっと UI 直してくれやって、っていう話になりまして、すいません斉藤さんあの行くって言ったんですけどちょっと抜けられなくなりましたっていうお話をさせていただいて、残ることになった。なんでまあ UI 直したら行かせていただきますっていう時点の話なんですけど、まだその時点では。その直後に俺がやってきて、そうです、おんちゃん残ってねって話をそうするっていう、ね、まああのあれ実際はその他の開発の方々にその体制が変わるよっていう話をされる前日かなんかに、吉田さんと冊子でお話をさせていただいて、ゴンちゃんには全体に話す前に個人的にどうしても先に伝えておきたいっつって、でまあそこで残ってほしいって言われて、でも自分正直吉田さんとまだ仕事をしたことがなくて、なんでまあ正直その時はまだすごい悩んでましたっていうのがあります、そうだね、2人でね、はい、まああの会議室の話はちょっと恥ずかしいので、なるほど。2人でどうしてこんなことになったんだろうねって言って涙ぐみながら、そうです、ね、でもなんとかしないとこのままではねっていう、まあひろみさんにねとても恩義が、ね、はい、あったからね、そのままじゃひろみさんにあの
開発に入れていただいたっていう音源だったので、このままじゃ弾けないだろうっつって、はい、でまあ残ってもらうことになる、はい、まあそんな経緯だね。そうです。そんな中前広だってね、UI だね、前広あのよく前広許さないとかハッシュタグとかあいつな ありますけど、あいつかな、そもそも新生の UI 作りに来たんだもんね。最初はそうですね。最初は前広の UI の手が足りないよ。来てみたら、うん、プレセ3版の UI、 要はパッド操作とそれの、まあ、あのカーソルの推移とかそういうのも含めてまるっとなかったのね、うん、まだなかった、ね、本当なくて、うん、で、HQ、広瀬 HQ と話をして、うん、いやまあ、とりあえず俺が引き受けるわっつって合流させてもらって、うん、でちょっとしてたらクロスホットバー入れてくれって、うん、うんうん、そうね、週末にヨシウェイが見るから入れてくれって言われて、うんうん、月曜に詩を書いて火曜にプログラマーと話して水木金で入れて土曜に見てもらったら、そうだね、1週間でできてるからね、ベースそれが多分今入ってるクロスホットバーの原型だ、原型、そうだから、クロスホットバーの最も最初の初期設計と構築にこの人が関わってる。だから ベータかなんかのはそれに本当毛が生えたの状態でしか乗ってないんじゃないかな。そうね、うん、でちょっと落ち着いたかもねってなった瞬間に前広シナリオやらないかって本当突然だったよね。ちょっとやっぱイテレーションに時間かけすぎてて、その序盤のその動線を何度も作っては壊し作っては壊しで全体が進まんっていう話で、まあ取り仕切りも含めて大体話としてはこんな感じでって言ってて、でペラ1枚渡されて、で作ってって言われてファッて頑張ったね。そっからいやでよかったの、メニューを書いてる間はよかったの、うん、正直まだ、うん、あの設定作って、うん、あの小田とも話しながら、うん、小田ニーノと話しながら設定作りながら、うん、メインを変えてないのは良かったの、うん、すんなり割とでも言うてもすんなりできたの、うんうん、なんだけどその後が問題で、蓋開けてみたら、うん、何もできてない、それ以外が、うんうん、そっからの方が大変だった、うんうん、あいつのせいでそこブッブーなんやね。よしよし、春日くん14入ったの。自分は2010年の1月に入っていて、うん、で実際に Q14 がローンチしたのが9月31なので、うん、まあアルファ直前に入っているっていうのが、アルファ直前のタイミングで入りました、ね、で元々は本当にサーバーのチューニングだけやっていて、まあ、ゾーンサーバーとにかくパフォーマンスが出ないで、マイク入ってねえとか大丈夫か、ちょっと待って、マイクどうなってるの、あ、声が遠い、声が遠い、ちょっと喋ってみて、あ、聞こえてます、入ってます遠いって書いてあるね、マイク入ってる、オンにはなってる、なってますね、入っちゃいるようですね、小さいヒゲさんです、ヒゲさんですもう一回喋ってください、あ、入ってます、聞こえますか、どうでしょう、声が小さい、頑張って張ってる、張ってるけど普通に多分この場では聞こえる、さっきよりいい、入ってます、入ってるっぽい、はい、大丈夫だって、はい、はい、アルファが4月ぐらいから始まったんですよ、5月忘れました、旧のアルファって4月、そんぐらいだったと思いますけどね、春日さんが入ってちょっとぐらい経ったんですね、3ヶ月ぐらい、3ヶ月4ヶ月ぐらいだった、うん、でまあもうもともとそのゾーンサーバーに関して言うと明確にパフォーマンスが足りなくて、ただ一応、まあ、それでもそれなりに動くようになったんですけど、まあ、人がその1ゾーンに500人とか入るともう全然ダメ で、うん、で動線的にも序盤でその1つのエリアに500人とか600人とか入ってしまう構造になったのでっていうのと、用意しているワールド数的にそうせざるを得なくて、うん、混むと重くなるというかバトルがもっさりするっていう状況が結局アルファで発生してしまっていた、
でそんな中、まあ、さっきゴンダイさんも何回も言ってましたけど、とりあえずもう発売日が動かせないっていうの で自分は当時本当に全然リーダーでも何でもなくて、うんうん、サーバーのチューニングをしてるだけの人だったんで、うん、まあもうやるんなら自分もやとりあえずリリースするんだったら最低限自分ができるところまでやるっていうところでやっていって、まあ実際9月30日にリリースしたら大変なことになった、うん、で大変なことになって、うん、まあそれで1ヶ月2ヶ月あこのままだとまずいよねって話が出ていて、まあ、その場でちょっと話に混ざり始めて、うん、で2ヶ月ぐらい経ったところで吉田さんがに呼ばれて会議室に呼ばれたっていうこと。悪いやつみたいな俺な全員呼んでいくみたいな。いやでも多分僕俺の方が河本さんって逆に中の人で、そのまあ皆さんちょっと誤解もあって、そのめちゃくちゃに仕事してた、実装信じられないぐらいやってたので、あの当時結構対策がね社内山ほどなぜか走っていて、なんかこう人がねすごく散らばってたんだよね、やたらとね。でそんな中でもこうできるだけこう他のプロジェクトに優先して人がいいから渡していて、本当にこうベテラン中堅がなかなか入れない状態のまま進んでたんで、あれはね会社全体の問題だったなと思うんで、あんまねポイントその誰がっていう感じじゃないんだよね、給付っていうのは本当にだなんかこうスクリーンに敵になるべくしてなった感があった気がするんでね。いやでそんな中そのまあ立て直すよって言ってからダダってたくさん来たじゃない、はいはい、でそっからここまで突っ走ってきて、こうもっちゃん的になんか一番こうこうすごかったなこれみたいな、この6年ですごかったな、そうなんかすげえ印象に残ってる話って。いやーまあでも残ってることだらけなので正直どうやって言われるとすごく難しいですけど、でもやっぱ結局体制変更する前の話は一番すごく自分の中では印象には残っていますね。あの和田さんとか交えて飲んだりだとか、あ11月20何日ね、そうですね、はい、ははその後はなんかなんだろう、正直今でも不思議なのが自分が抜けるってあんま思ってなかったんですよね。 なぜか自分でもよくわかんないんですけど、その時は自分が抜けてどうにかするとかいう発想じゃなくて、どうにかしないとかしないとってしか考えてなくて、それが自分でもちょっと不思議、今思うと不思議だなとちょっと思うんですけど。いやあれは結局誰かの責任で一個どうのこうのってより、とりあえずゲーム作れるスタッフ総動員で作らないとどうにもならないだから、実際当時話してた時にそうまあ、自分はその旧体制 そのリリース当時もいたんですけど、で割と問題が出て、で河本さん自身もそのディレクターは降りるかもっていう話を結構出ていて、そうだね、そこに関しては別の人を立った方がいいだろうっていう話も出てて、ただその現場を全体把握してたのが、まあ、プランナー側でいうと河本さんだったので、うん、現場には残るけどっていう話は結構、ね、うん、誰をディレクターにっていう話をやっぱり振られていて、うん、でその話の流れで吉田さんという話もあってみたいな、ね、まあそんな状況からスタートしてたよ、まあ本当あっという間にクライアント完成してった感あるじゃん、振り返るとだけど、うん、だって申請作るのに2年半かかってないぐらいでしょ。いやすごいと思います本当に。当時多分実装を始めたのが2011年の5月6月ぐらいから、そこまでが結構設計やってて、そうだ、ね、うん、立て直しのための計画と設計やってて、で5月6月に始めて、その次の年の E3 でその、まあ、吉田さんがクライアント持って行ってプライベートで、うん、ああ、そうね、オフィシャルでは出してないんですけど、出してないね、あのメディアさんにだけノート PC で動いてるやつを見せるっていう話になったね、ちょうど多分1年ぐらいで
一応サーバーにつながってクライアントが多くってところまで動いてるんですよね。でその年のゲームズコムにで、まあ、本当にそうだね、ハンズオフをやったのが2012年のゲームズコムなんで、リミットブレイクトレーラーを出した時で今見たらクオリティ低いなあれこの前ちょっと見たの俺、なんかまあ3周年3周年って言っていただけるんでちょっと振り返ろうと思って、ゲームズコム6年連続6回目だったから、そういえばゲームズコムで発表したなと思ってリミットブレイクトレーラー見たの、うわクオリティ低いと思って、いやでも精一杯だったのよね、ようやったわと思ってたからあの時あらがすごい目立つけど、でもそういえばさあ、飲める人はなんかガシガシ出してみんなが高本にタオルをやれってタオルを持ってきてるんですか、ああすいません、いい点いいです。ゴンちゃんさ、はい、あのゲームスコムの、はいはい、目前でさ14のこう新生側のアルファ版まとめてってる間にさ、はい、割ともうダメかもって思ってた、そのこのまま繋がんのかな本当にみたいな、覚えてない？アルファの目前、ゲームズコムバージョンからアルファまでって3ヶ月ぐらいしかなくて、あ、アルファをリリースできるかみたいな。あ、そう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 。あれが多分本当に2012年の8月4月8月にブランチ切ってまでバッグしてて、大変でしたね。なんか残念ながら PC 版しか動いてなくて、そうね。なんかすごいダメなことリストみたいなの作って出した気がします、うん、で俺それも含めて、うん、その修正リスト全部作って一個ずつ潰すっつってできた瞬間アルファスタートもね、はい、とりあえずグリダニアだけなんとかしようっていうのでそうだ、ね、グリダニアのレベル当時20まででしたっけ、そう作ってたっていう、そう亀と戦ってたもんね。UI も違いましたもんね。あ、UI あの時はそうですね。古いバージョンの UI ですね。そUI、UI 面白い話ある。面白い。られた。早い。警告ね。予防です。予防です。UI 結構俺インタビューでちょいちょい話してるけど、まあベータフェーズ2と3の間で、そうです、とんでもないことをするっていう。アルファの時に PC 版が動いてたんですけど、うん、で PS3 のパフォーマンスチューニングやってる時にもう今の UI だとコンソールはまともに動かないっていうことになって、うん、アルファを出したタイミングでじゃあもう全部 UI は一から作り直そうっていうのでシステムを全部作り直して、まあ、何ヶ月いりますかって言われたんで、吉田さんが結構そのベータ1か2には出したいって言ってたんだけどベータ2には間に合いませんって言って、そうだね、ベータ2までは PC だけにしてくださいってお願いをしてと PS3 で動くベータ3までには間に合わせますって言って、あ結局正味5ヶ月か6ヶ月で全部 UI を全部作り直したっていうのをやりました。あのアルファから参加していて今この放送を見てるよっていう方どれぐらいいますか？ニコ生でコメントを見る方はお知らせください、はい、あら結構いらっしゃいますね。結構いらっしゃいますね、うん、あのアルファ1アルファ2特にアルファ2あたりで顕著だったのがあのチャットウィンドウがもう使い物にならないぐらいこうあんま出来良くなくて結構チャット周りは不安に皆さん感じてたんじゃないかなと思ってて、であれでよく僕あの時こう宮川さんと一緒にコメントフィードバックに対応してたんですけど、とにかくあの裏ではその今までアルファ1、2向けに作ってたそれでもあの時点で200ぐらいあったいうウィジェット、あウィジェットは当時多分リスト全部リストアップしてやってましたね、やってましたね。それがもともと古いというかとあるミドルウェアで作られてたですよね、そうですね。だけどどうその会社さんに協力してもらってチューニングしてももうダメだろうっていう話で
で、アルファ1と2はテストのためにとにかく触ってもらってフィードバックもらったやつ、その裏で全特化する UI システムにマジしようって言って、当時プログラマーが UI で UI で多分ピーク値が二十何人ぐらい入れてユーザーインターフェースプログラマーだけ一本ゲーム作れるぐらいどころじゃないぐらい、うん、そうですね。6ヶ月で最初10人5人か10人5人から10人で出してそこから最後の3ヶ月量産するために20何人 UI プログラマーを入れて全部リプレイスっていうのがありました。そうね、そのまあミドルウェア選択した理由が割とね、当時これ結構最近はいいねこの MMO っつってたのが使ってたっていう実績がギリギリタイトル出さずにしのぐっていう、まあ、PC だけだったら良かったかもしれない、ね、そうね、そうあれ多分 PC だけだったらなんとかなったんだろうけど、で、まあ、ミドルウェア的にそのツールがオーサリングが完全ツール依存だったのでツールから作り直さなきゃいけなくて、ウィジェットのオーサリングデータも全部作り直しで実ランタイムも全部作り直しだったんで、まあ、ね、結構ドキドキしましたよねいやで最後ねそのミドルウェアの会社のページにMMORPG には向かない場合がありますって書いた書かれるようになったってうちらの提案っていやいいミドルウェアなんですよね。本当にいいミドルウェアなんですけど、本当コンソール対応の MMO には向かなかったなっていう、ちょっと14がやっぱしウィジェット数的にも多い、数的にはかなり特殊だと思う。そうね、いやで、まあ、ベータ3出すときにそのフォントのクオリティだけは最後まで結構微妙で、まあ出してなって言われるかなって不安があったんですけど、フォントもすごい大変だったよね。確かに意外とユーザーの皆様には受け入れていただけて、チャット周りは最後まで、チャットとネームプレート周りは最後まで大変だった。前広なんかこう、まあ、申請、うん、体制変更直後じゃないもんね、前編コンディション。ちょっとしてから。ちょっとしてから。まあ、6年やってきて、これが、もうここは二度とやりたくないみたいな。ここは。いや、ここはっていうか、うん、このシチュエーションとかさ、こう、この実装はさ。ね、まあ、正直今もちょっと続いてる部分はあるんだけど、うん、固まりすぎたレギュレーションを崩すのがとにかくしんどかったから、 2.0 の申請のリリースの時に、うん、9からのでその短期間で作るっていう時に、とにかくレギュレーションをプログラマー陣が固めて、うん、いろんなものを作るのにそれに合わせてプランナーとかデザイナーがいろんなリソースを作っていったんだけど、うん、でそれではそれが確かにそのおかげで 2.0 ってリリースできてるところは非常に大きいんだけど、うん、みんなそっからちょっとしばらくの間レギュレーションっていうのを崩すのが多分怖くなってると思ってて、でこんな新しいことやりたいのにあかんっていうのが、いや、そう、それぞれのセクションとずっと喧嘩して回ってったのね、そのクエストを見るようになってから。そこは本当神経すり減ったなって思って。あ、なるほど。でそう、ないといけないんだけど、お知らせだと思う。 M8 生きてるんで、うん、その時のパッチの状況に合わせて変えないともいけないところもあるんだけど、やっぱりもうみんな変えるのを恐れてて、よしあしだと思ってて、その変えさせなくしたのはその Q14 があまりにもプランナーのスクリプト実装に依存してたので、まあ、さっきゴンちゃんも気がつい、うん、入ってみたらスクリプト書いてたっていうぐらい、プランナーの腕のいい人もみんなスクリプト書いてて、でそれがまあ、春日君的にはプランナーはちゃんと考え、プログラマーが実装するって言って、とにかく初期ルールを徹底しようで、なんだろう、ひっくり返したもんだから、極端から極端へ一回行ってるんだよね。そうだよね。そう。それをでも運営でほぐすのに2年ぐらいかかってる。そう、理解できるんだ。それないと絶対申請なんかリリースできなかったし、この期間で考えても。それは重々理解できるんだけど、そこからは要は、後半から入って運営を引き継いで 2.1 以降にクエスト見るようになった身からすれば、なんでここができねえんだっていうのはすっごいしんどかった。なるほど。全員が反対されるから何言っても、
あでそれがようやく形がこう、ま、ネゴ回して、うん、ようやく解放されてきたのが 2.3 が終わった後ぐらいだから。そうだね、そっからようやくだった。なんたって巨大だしな、14チーム。話はもうかけるんだけど、そっち、そっちの方がよっぽど辛いね。どうしたの？食べろって。あ、なんか食べろ。ここがお菓子だよって、M ちゃんからの話ですか？あ、なるほど。あ、これどうぞ。クロスこの辺もで、これどうぞ。当たるよ、冒険。音楽はもっと飲んだ方が調子に出るよ、うん、調子が出るよ。いつもに比べて飲む量が増えてますよ。多分ビールの樽。いや缶飲んだよ。音楽ビールトイレ行きたくなる。気づいたらタバコ吸い出します。確かに今え違う最大時あダメだこの話できねえ。ダメです。ブブ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 ブお願いします吉田さん。そうだね、そうだね。完全に最大時何人いたっけって言おうとしたって今。いやいっぺーあんな。確かにね、このブブーをかわして喋るの難しいな。なかなかおもちゃん新生の仕様作ってたり実装してたりで、うん、これよかった、未だにやっといてよかったなみたいな。やっといてよかった、やっといてよかった。あでも何でしょうね、すごく覚えてるのが、うん、イシュガルド編を自分でプレイしてて、うん、いや要はやろうとしていた、要は人によってちゃんと別に見えて、その人のシナリオによって配置があってっていうのが、あ本当にちゃんと使って出来上がった感じがあって、 あれは遅れてきて、あすごいって、あれを作れるんだっていうのは、なんか仕様は自分が考えてこうやってこうやってこうやってって準備してたとはいえ、ちゃんとあれを最大限に活かしてみんなが作れたのすごいなって、あれはちょっと本当にやってる時にちょっと感動してました。あれは人配置の変わり方、整合性の通り方すごいもんな。3000も 2.1 から準備、そうですね、ようやく準備。そうだね、それまでだって興味がないんだもん、ニノカズヤが。こいつサブに連れてってくれ。次で退場ですよ。わかりました。じゃあ違うのよ、彼もすごい見る、なんていうの、すごい見るの、うん、し、そう、すごい見てるし、すごい発想がすごいんだけど、大丈夫大丈夫、いや大丈夫ね。すごい発想がすごいんだけど、そう、あの、その興味の幅が結構あんの、うん、ここはすっごい凝るけど、だからクエストの作り最初の設計だとかはすっごい凝ってあんの、うん、だから俺、そうそう、だからすごい、あのうちらも助かる、あの実際後から引き継いでも助かったし、すごいやるんだけど、興味がないところの出しがちょっと弱いのね、うん、そこに対して興味がなかったところを 2.1 以降どんどん埋めてったって感じなの、うん、単純に、うん、そんだけそんだけ。なるほどね。ブーブー言うとこないよ。いや、うん、あったよな。そうですね、あのじゃあ今から新ルールを、はい、出していただきますが、あの今一部のね、社長だろうなんだろう、その、そういう別格な人を除いていない人の話すんのやめましょう。そうだな、いいこと言いますね。いいこと、俺あの人すごい尊敬してんだけどな。わかりました、尊敬して問題ないです。ただいない人の話を名前出してするのやめましょうか、うんうん、はい、よろしくお願いいたします。社長 OK なんです。社長、社長が多分出てこないとどうしようもない時が多分あるかもしれないので。そうね、まあ、あといつの社長かっていうのは分かんない。気をつけましょう、あれ気をつけましょう。なんでだって 何人かおるやん。何人かおります、ね、ややこしいことだから、ややこしいの避けましょう。何も話せんで。いやいや、うん、確かにな、その3-0は割とその急いで作ったがゆえにがんじがらめで壊さなきゃいけないところはすごい時間かけて、その前広じゃないけど引っぺがしてっていうのをやってやっとだもんね。
おんちゃんはバトル、はい、あ、俺一個この、まあ、お礼を言うのも変なんだけど、 Q14 の時にバトル途中でめちゃめちゃ変わったじゃん、ガラッと。はいはい、根性版の時に一回直そうって話。ああそうそうそう、はいはい、あのジョブ実装されたタイミング、はい、本当申し訳なかったと思うんだけど、あの時あるジョブのジョブアクションほとんど一人で作ったじゃん。そうですね、ジョブというか、まあ、そもそもジョブに変わるシステムとかを全部自分で作って、うん、あの時は計算式を松井さんに作っていただいて、ね、でシステム と、まあ、アクションとか自分が作って、でデータだけあの自分が全部入れ切ることができなかったので別の方に手伝ってもらってやってって感じでしたね、うん、あれってスクリプト実装だったんだっけ結局。あれはプログラマーさん、あれはプログラマーさんやってました。一人で組んであのバランスだったからようやったよなと思って。でも一人で組む方が楽なんですよ、うんうん、結局、まあ、あの申請の時に自分がバトルや、うん、全部やっていいよって言われた時に、うん、要はバランスはじゃあバトルシステムっていうチームを作ってそこで全部担保しますって言って、ああ、ね、うん、要はアイテムを作るチーム、コンテンツを作るチームとか全部別にいるんですけど、最終的にはバトルシステムっていうチームで全部計算式も含めて、うん、そうだね、統括しちゃいます、バランスをします、うん、取りますって言って、そういうやり方の方が結局はあのバランスを取りやすいんで、ああ、なんであのバラバラでやってるのがやっぱり自分はそのゲームの時のトラウマがあるんで、うん、なので今回はそういうやり方をさせてもらおう。まあ根幹は1人か1チームというか、はい、少人数で作るのはまあ鉄則ではあるからね。で周りが合わせなさいっていう形でしょ、はい、いやでもね信じられない量だったって思う。そうですね、まあ、1日にバグが100件ぐらい自分に来るっていう ね、 ね、プロ1日バグ100件ってプロジェクト単位だとまあパッチ、そうだな、パッチリリース、まあでもマスターチェックもあるかな、5週前ぐらいまでで日に200件ぐらい。そうっす、今1日200件、250件とか。でも最近すごい減りました。そうですね、減ったよね。いやでもそれが1人に対して3桁のバグ来るわけでしょ。いやよう直してましたね、ようやってたと思うよ。しかもな、その後全部捨てるっつってんのに、はい、なあ、いやあれはありがとねっていう。いや、まあでも全部触らせてくれるっていうのは自分にとってとてもありがたかったんで。そうね、その代わり吉田さん全部やっていいっすよねって、はい、やってくれるんだったら全部。いやいや、吸盤をね触ってた方、あのジョブ実装されたあたりで激変したので、バトルは。申請側で この仕組みは作っといて、あ、レベルシンクのなんか裏話的なのってないの？裏話って、まああれもともと11で作って、ね、で、もともと持ってくる気は全くなかったんですけど、あ、11でレベルシンク使用切ったのこの人ですから、はい、あれって思いつきもゴンちゃんからの？あ、違いますね、あれもともとは、まあ、11っていうゲームがそのレベルが離れた人と遊ぶことができないって言われてて、うん、でそれを解決しましょうっていう話があって、うん、実は最初は他の人が、うん、レベルを合わせるっていうだけのことをしようとしてたんですけど、うん、それが自分、まあ、自分が11のプレイヤーだったんで、うん、それがだったら嫌だっていう、だったら自分が使用を切って下げて、で、あの強さを経験値ももらえるし、はい、あの装備品とかも全部パラメータ変えられるようにします。あ、なるほど、単純にレベル合わせるだけで報酬も何ももらえないっていう仕組みだったのね、はい、最初。あ、なるほど。で装備もないよっていうものを作ろうとしてたんで、なんでそれじゃあ話にならんっつって、はい、っていう感じでした、ね、あれ特許取っとけばよかったのそうですね、まあ、今になって思えばあれもう本当発明だったと思うんで、ゲームにちょいちょい見かけるんでそうもったいないね、はい、でまあそれを10年持ってくるつもりが最初なかったんですけど、なかったね、まああのダンジョンが何個あってとか成長のこう並びとかを考えた時に、まあ経験値もらえてずっと友達と遊べるっていうのを考えた時に、じゃあレベルシンク持ってこようっていう話になって、でまあ計算式もそれに合わせて全部直して、うん、でデータも全部このレベルだったらアイテムの強さをこれにするとかも全部引けたんで、うん、持ってこれられたっていう感じですね。あれ結構ギリギリ、あれギリギリだよね、はい、え、あれ2013年の3月とか。そうですね、なんでベータの時とか最初なかったですよね。ないよね、はい、
コンテンツファインダーのテストやったのがベータフェーズ3で、はい、そうですね、あの時に密かに レベルシンクも初テスト、まあなんかいろいろあって、でまあそれでダンジョンのレベルもじゃあ綺麗に並べて合わせたいってやって、フェイトを入れようって言った時に、フェイト最初だったんですよね、確か。フェイトが多分入ったのが2013年の1月ぐらいから実装が入ってんで、うん、そうだね、すげえな、あの量の 2.0 エリアのフェイト2013年1月になってから開始だもん、作業のあんま思い出したくないな、確かにもう、まあ、2.0 作るためにやってた仕事量はおかしいですから、ね、まあ確かにフェイトやるときに結局パブリックだから、はい、レベルシンクしなきゃダメって話が出て、うん、レベルシンク入れて、でリーブとハイタでどうしましょうみたいな話とかをしながら、あったな、あったな、リーブと重なったらどうすんだこれとか、うえー、確かにね、いろいろやりました、あの時一応なんかフィールドごとにごとシンクっていうフィールドウォーズ2がちょうどそんな話をしてたから、どうなんだろうねっつって、そうですね、やるならこっちもありだけど どうしようねみたいな、はい、まあでもさすがになーって ストーリードリブンでそれやられるとしんどいよねっつって、はい、いやほぼ考える時間ノータイムだもんね、あの時ね、こんな問題出ました、そう、こんな問題出ました、でって今決めて終わり、次っていう、あトンスガ君なんかこう、あ逆にあんま俺ら普段聞けないけど、春日君こう今の14のサーバーや周りの仕様とか見てて、これだけはこうしてがよかったってなかなかまだ運用中なんで難しいですよね、あそっか細かくいろいろそのインフラ的なボトルネックになる問題がいろいろあるんで、まあああしとけばよかったなとかっていうのはあるんですけど、なかなか言いづらいですよね、なかなか言いづらい、いや俺バディチョコの勝利だけは本当にしくじったなと思って、あのファインダーの何もかも邪魔をするっていう、あれはミスったなと思って、こんなに根深く問題が残るとは思ってなかったんで、バディシステムに関しては、まあ、本田さんがどう思ってるか次第なのかなっていうそうですね、あれバトルで持ちませんって言いましたからね、そうなんだよな、のんちゃん反対だったからな、なんか今のパーティーシステムとバディの相性が非常に悪いんですよね、はい、システムがこう整合性が取れてないっていう、うん、でもやっぱり一人で連れて歩いてあれだけフェイトに一緒に参加してチョコを育ててくれてるところを見ると、それ自体はあってよかったと思うんだけど、結局そこのつなぎをきちんと整理する時間もなく、コンセプト先行で走った結果イテレーションがすっげえしづらい状態になっちゃったんで、でも今ね頑張ってるんだよねスタッフね、あれなんとかしようとして、いやマスコットキャラなんですけどね、ちょっとね。いや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 。そういう意味で言うとミニオンが本当にある意味こうシステムの邪魔をしないから大活躍ですよね。はい、いやシステムの邪魔をしないからミニオン同盟が好き勝手やって、なんでこんな凝ったミニオンだらけになってんだよみたいな。あれ本当好き勝手やってますからね、本当に好き勝手やってるのよあれ、もともと入れましょうって言ったのうちのチームなんですけどね、なんか集めるものが要素がもう一個あった方がいいっつって、あれこそ本当に愛によって支えられているシステムなんでいやなんかこうミニオンでこれが一番ビビったみたいなのなんかあるんですか、もう気づいたらなんか怒ってますからね勝手に、そうなんだよねびっくりしたものにはもう実装されてるんだよなあ、なるほどね、ビビった、あでも俺やっぱ最初の衝撃はあれだよ、プレイヤーの頭に乗るとか ありえないね普通のゲームだと何これって、しかもさアクション起こしたら消えて乗っかるはある作りやすいしあるんだけど、登ってくるとかさあれはねおかしいプログラムが専用ですからね、それそうですね、そうあれはねちょっとこちら前にモーションの波長とかしてるからねプログラマーから出てます
あれはちょっとおかしいと思うよ、本当に。あと肩に止まるとかさ、うん、あのミニオン同士が絡むとかも多分そうね、あのルイゾワとマメット・ダラガムが喧嘩し始めたのを見て終わったと思ってだって別々の処理で動いてるものがさ特定条件下に入ったらバグりそうなものをさ、またあいつらバグ出さないからさね。いやそうなんだよ、あの辺りはね、なんかミニオン同盟が暴れるきっかけになった感はあって登る、肩に止まる、肩もだいぶきましたよね。肩じゃなかったでしたっけ、バグすごい来たのが。何肩かなんかでミニオンの処理でジェムコールとかやたらと来たのは。あ、リリースした後ありましたね、なんかすごい。バグも、バグだったかな。ゲームに直接影響しないから。そうなんですよね、別にあの、あプレイヤーから伝わるからしてみればあんまりこうモーション固まるとかあるね。あ、ぐるぐる回っちゃうあ、そうだ、バグで俺思い出したけどさ、俺、そうだ、みんな覚えてるかどうかわかんないけど、あの、なんか開発ブログにも一回あげたことあるんだけど、ある日突然、あの、アルファ版のあの、開発中のクライアント AK がさ、ログインしたらさ、モンスターも NPC も全部すっぱだかのヒューラー男になってる。あれ、なんであんなことになったの？なんかちゃんと理由があったんですけど、忘れましたね。忘れた。ありましたね。いや、あの、ログイン、いや、朝来て、チェックをしようと思って開発サーバーにアクセスしログインし、パッチが当然その前日に修正した分のパッチとかが当たってログインしてグリダニアの街出てって、そしたらマッパのスパダガのフューラン男が走ってるんですよ。しかも一人じゃなくてすげえたくさんいて、何のテストしてんだろうと思って最初だけど明らかにここモンスターいたよなと思って、で川行ったら川でなんだこのゲームって言ったら、今日の AK バグってるから見ないでくださいって言われて、いやもう見たけど何これ、なんかいろいろ化ける事件は何度か起きてんだよね。あれ序盤はありましたね、最近はあんましないけど、もう今はそんなバグ出ないけど、あれは未だに強烈に印象に残っていう、何のステータスミスをしたらこうなるんだろうと思って、なんか NPC が全て特定のキャラ ID にその書き換わってるって話なら分かるんだけど、モンスターまでだからさ、全種族番号が変わってたんでしょうね。いやー、しかも全員スッパだから気持ち悪くて、そんななんか、あとゴーちゃん運営番長だからさ、もうそのずっと Q14 の時から毎日朝会出てこう GM コールの仕分けをして、その日潰すものはすぐ報告をして潰してっていうのもずっとある意味プレイヤーのぶっちゃけ言うと日々何か起きた、あとデータが壊れてる人がいるとかって言ったらもうまあ全部最初一重系をやってきてたじゃない。そんな中でこれは不可思議だったわみたいな、こんなこと起こるんだみたいなバグあった？何でしたっけ。なん、ただよくすごく覚えてるのが、あの Q11 でやってた頃って、うん、セーブされる領域みたいなのってほとんどマイパッチ僕自分で見直したりとかしてたんですよ、うんうん、だけど14になってやっぱだいぶプログラマーさんが見てくれるようになって、セーブワークのセーブされてる領域の不整合とかって、うん、プログラマーさんが把握してるっていう状態になって、なんかチェック方法が違うんですね。プログラマーさんがあのプランナーのデータを見て全部調べてるっていう状態がある意味すげえなってよく見て思ってます。あの開発体制のどっちかと思うんですけど、あの本当に忙しいプログラマーさんが毎回コールが来るたびに、そうだね、このでしかもそれをもう朝のうちに来た瞬間にずっと調べて、これはこうこうこうなって、全員同じ人の名前浮かんでるんですよ。いや、いない人の話はできない。いや、本当に、まあ、いい話なんだよね。本当にすごいよね。誰よりもちょっと早く会社来て GM のレポートを見てデータの不整合や、ね、あのデータ破損があったら直接そのキャラデータ即修正して、自分がちょっと早く来てちょっと作業してあげればすぐゲームにログインできるからって言って、それをこの規模のやつをね見てるのですごいよね。
しかもその名前出して褒めてあげてる中女さんって方なんですけどあのクエストを作ってるのがプランナーだから、うん、それをパッチが出た後に全部把握してこうこうこうなってこうなってって全部読み解いて解読して、ね、名前だ出して褒めてあげてっつってねうかつに出すとねそれで据えたいです明日怒られる明日間違いない間違いないんで怒られるかもしれないですでも本当に感謝してますすげえ神様前広これは良かったはないの今度逆にこれは会心だったなみたいなやつ良かったでもそうやないやいや眠くないんだけどいや良かったって難しいなと思ってまあね意外と範囲が広いからこれピンポイントにこれがみたいな充実感って意外とうちらないんだよね、うんうん、範囲広すぎるんでいやだからその範囲に対して全部全力で一応いってるからそれが基本は実って今の形になってるんでそういう意味だと全部なんだけどピンポイントでここがっていうのはすごい難しくてどうしよう確かにねいやそのなんか大変だったねっていうきっかけから、うん、こんなところ苦労したんだけどこんなところ良かったと個人的には思ってるから遊ぶとき注目してくださいねっていう流れに持っていこうと思ってたのに苦労話は出てくるのにさこうなんかここどうだったんって言うと、まあ、俺漠然としてからなって言われるとさなんかこうじゃあさっきのレギュレーションの話につながるんだけど、うん、まあからちょっと引っ張るんだけど整理をできて、うん、いろんなところにネゴして、コネクションを作って整理をできて、うん、2.5 からそのクエストのその作りそのものそれ例えばメインクエストの個数だったりそのこれまで時間で見てたのを、うん、あのプレイの充実度で見るようにしたりとか、うん、っていうその全部作りを変えたのそれが 2.5から実質、まあ、2.4 の後半かななんだけどそれがその、まあ、プレイしていく上で没入感につながってるっていうのはあのプレイヤーの皆さんからもすごい好評だったんで、まあ、そこはよかったかもしれない、うん、準備した甲斐があったなっていうのはあるかなあの辺もあれだよね最近特にあのパッチで盛り上がりメインクエストの盛り上がり作りたいときはカットシーン数は変えないからちゃんとテキストを読んでボイスオーバーを聞いてくれればなんだろうプレイ時間としては保証するけどクエスト数はその代わり少なくしてねあのなんだろうな密度を濃くして余計なお使いは入れないみたいなあたりはやっぱ最初はあの経験値、うん、バトルの経験値とプレイ時間っていう絶対があってそこがなかなか崩せなかったのもあってだから最初にこのプレイ時間何時間キープしなきゃいけないからのクエスト数になってたのをそれをやめて同じ充実度で測るかなっていうのあのだってフッチ悪フッチの森に行ってさ暁の連中のあの偽物探すやついるかこれっていうなあれはあれで俺は好きなんだけどそうあの見たら分かんだろこいつだろっていうあれなあ、あれでサンクレットさらに嫌いになったもん信頼回復が大変そうねそうかでもな春日君にここいや一回本当聞いてみたかったんだけどねこのサーバーのこの仕様だけはなんとかしとけばよかったなみたいな、まあ、いっぱいありますけどそんなの、まあ、言いづらいなのか言いづらいですアイテムの容量とか思ったりしますね、まあ、アイテムの容量は、まあ、でも、まあ、でもゲーム今ゲームシステム的に他のゲームと比べるとどうしてもアイテム数はいっぱい持たないまあ多いゲームだからね1個あたりのもああただあれはどうだったんですかただコンテンツにまであの量のデータを持っていく必要があったかどうかは難しいところだよ、ね、実際言うほどジョブも変えられないから、うん、そうなんだよな安全なのは間違いなかったと思うんだけど あ, の、うん、あんまりチェスト全部持ってますからね、うん、そうなの今日もちょっとあれはよろしくないですよ、ね、コミュニティ座談会でちょっと話をしてたんだけどその皆さんあの
あまりチェストの中身も何だったらあなたに紐づいてるように見えないものまで700個ぐらいアイテム持って ID いってるんですよ皆さんっていう話ちょっとしてたんですけど、そう簡単にね、そのそれがね数万とか十数万とか20万とかが同時にこう、うん、コンテンツ行き来したりするのでね、そこはな難しい。安全では間違いなくある、うん、アイテムの不正が起きにくいしね、全部持ってくから。いやいやいや、どうしたの？あのあれです、うん、全部バグってヒュームになった時に、うん、リンクが、あのリンクが、うん、リンク貼ったんですけど、うん、M ちゃんがリンク貼るのしくったところ、うん、あの定型文さんがバシッとかっこいい、さすがっていう。それと同時に、あ、なるほど、サンクレットの中村君があ、なるほど、嫌いになった。何言ってるんですか。どれだけサンクレットのために我々 3.x シリーズコストをボイスオーバーしてる、あなたが一番分かりじゃないですか。次いっぱい物申されますよ。そうだね、気をつけないと ね、中村に聞いた、まあ、3.4 もサンクレット大活躍。急にモグステーションでのサンクレット、ニューサンクレット一生の大人気。サンクレットあってのファイナルマッチ。お手柔らかに。そんな即時反応をしなきゃいけないじゃないですか。いやいや、ありがたいですよね。でも、声当ててもらった上にこの深い時間まで放送を見ててもらってて、ちょっとキャラに触れたら激昂してツイートするっていう、ありがたい。いや、そうか。ちなみに残り40分ぐらいです。結構あんな。確かに。危ない危ない。前田さん、なんであのタタラが好きなの？違うよ、サンクレット嫌いって言ってないですよ。サンクレットが嫌いになりそうだって。もう大好きですよ、サンクレット。言っちゃいけないことバラす。サンクレット嫌いってどういうことだ、吉田。ね、その後、言っちゃいけないことバラすぞ、吉田って書いてある。怖い。脅迫するよ、大人ですよ。大人なんですから。確かに。確かに。ありがとうございます。いろんな関係者見すぎです。そうね、確かに。ありがたいです。放送見てて南條さん一見遊びに来るし。いいのかそれで。ありがたい話です。なんか楽しそうだなあいつら。先ほどドンペリが出たかなんだって、うん、コメントで流れてましたよ。サブにドンペリがどうだろう。マジで？サンメリーからドンペリに変わったんです。多分最後のドがドンペリだったんですかね。おお、なるほど。あ、何やってんの？最後のドって。なんかドレミファソラシド順で取った譜面の量によって。おお、素剣がセミを食ったって話しか知らなくて。それね、それ別物。別の。別のやつ。あとはなんだっけ？前田さん生卵飲んでました。飲んでました、ね。レッドブルワリオ飲んでた。なんか ゴスペルを歌いに来るボーナスがあるというのだけ事前に俺聞いてたけど。それ聞いたんですか？いろいろあるんですね、うん、それはヒロシ・ファンサムネと比べてどっちが破壊力高い？結構ね、俺その場あのなんだっけ、あの NGC さんとかで出たんで長蛇の時間だったんだけど、結構ヒロシがようやく結構いい勝負だったらしい。そうなんだ、うん、タイムシフト楽しい。サブチャンネル班は毎年いろいろ考えますよね。すごいよと。いやー、なんかそのいい話が引き出せないとなると聞くこと薄いんだけどさ。大体自分からこう吉田さんに話を持っていくときは悪い話しかない。まあ、ね、それは間違いない。俺がそうだった。本当だ。悪い話は春日さんに頼んで持ってってもらってましたからね。いい話をすること多分ないんですよね。サブチャンネルで。そうね、確かに。どんびりですか。からです。ちなみにからです。春日くんが俺の部屋に来るとか、定例でこれがっていう時は確かにあんまいい話じゃないことが多い、うん、だってわざわざこれができましたとかあれができるようになりましたとかエスカレーションしに行くのに急に来るキャラじゃないもん。見たことないですね。で、ただその中でも特に春日君的に俺にとって悪い話だろうと思うやつはあんまいい話じゃないんですけどってつくの、その前枕言葉がね、急に話し出すときは多分そこまでじゃない。
まああんまいい話じゃないんだけど、で枕言葉にあんまいい話じゃないんですけど、あのすげえめんどくさい話なんですけどがその上にあって、あ段階があるんですよ、うん、でその1個上になると基本的には、話に来るってより会議が設定ガーンってされる、ちょっと話す感じじゃないで、ね、サブ会議のサブジェクトに端的に何関係って書いてあって、別途資料は持っていきますしか書いてない、あじゃあもうその時間まで何の開けてみてみたいな、ただこの場合は大概ろくな話じゃないっていうのが大体ですね。俺もでもあんま、でも笠原君だけじゃないな、あんまなんかわって来るときいい話ねえな、確かにそれは問題じゃんとか公開でトラブったっていう話でしかいかないですから、ね、そうやばい、あそう俺もそうですパッチ出してみてこの反応予想外だったっていうやつは、パッチで予想外だったっていうのはあんまないですけど、やっぱパッチ出して困ったっていうのは、うん、まああのなんかエンドコンテンツ系があのトラブった時が一番自分にとってはあかんっていう、まあでも 2.x シリーズは本当にいろいろありましたよ、ね、ありましたね。そもそも 2.0 最初出した時にバハがね、あのバハとかいうよりどっかの、まあ、あるダンジョンで、あのボスがあの中ボスが何体か出るっていう中ボスがいて、それを、まあ、あの途中で死ぬとあのそういったリポップしてるんで経験値が無限に稼げるっていうのが初日にあって、あ初日に会社来て、まあ、あのやった今日からプレイするぞって言ったらトラブってますって言われて、うん、ビビって直しましたね。あそうそう、まあ、サスタシアとかですけどね、ビビりましたね。あとはまあオクタコで落ちて死なないとかがあったりとか、まあいろいろ、まあ、あの開口編のツイスターとかもいろいろありましたけど、開口編のツイスターはなー結構苦い思いですよね、本当にすいませんでしたBG の皆さんはすごかったですっていう、いやー BG すごかったな、本当にすいません、うちらローカルでサーバー立ててたら大丈夫だったんですっていう、あれは本当ピンの問題でしたから、ね、ピン、そう本当にピンなんだよな、うん、あとローカルだと本当にすごい回るっていう感じで実際出してみてなんか意外な反応とか、こんなプレイのされ方想定しなかったみたいなまあでもさっきの話と同じになっちゃいますけどね、やっぱトラブった時に吉田さんに電話かけるっていうのが毎度毎度の夜桜系はなんかないんですか、夜桜系は深い話、季節イベントが久しぶりにやりましたからねあこの前のやつな、久しぶりにやるな、申し訳なかったです本当に最近なかっただけにちょっとそうだね、だいぶ連絡減ったよ、でもうん俺まで来なくなったもん本当に、海外に電話するってよくありましたからね。あったあった。電話してましたね。本当に。そうだね。普通だったもんね。受けんの。今何時かなとこう時差を見ながら。まあやっぱ PR しながらいるときはひたすらチェックをして、チェックした分を置いて海外行って、海外行ってる間に何かあったら連絡しようないねっていうパターン。いやなんかいっぱいしたな、確かに E3 とゲームズコムが結構パッチリリースと近かったことが多いんですよね、そうなんだ、多かったですね毎度、まあでも、まあ、PR の観点考えてもあの周辺はやっぱりその出す、うん、出し終わった直後にインタビューか出す直前にインタビューはそれは都合がいいに決まってるので、うん、なんとなく本能的にそこに合わせようとしてる節はやっぱりある、グローバルに PR しようってことを考えると、まだヒロはないの出して見て、パッチだよね、パッチだからもうさっきとまた一緒になっちゃうんだけど、うん、ピンポイントじゃなくて、おつまんないやつだな考えてくれよ少し、いやすごい考えてんだよ、うん、すごい考えてんだけど、うん、予想外の反応とかでしょ、うん、出すとかだよね、まあ自分でプレイしてでもいいけど、あ自分はマイパッチすごい
プライベートで楽しんでプレイしてるから、うん、全然問題ないんだけど、あの まあたまにな、若いスタッフにどうやってんだよ、しようって、うん、そうね、スタッフが泣いてるみたいな、迷惑はかけてるかもしれない、あ、気をつけない、名前は言ってないか、俺気になっちゃうんだもん、まあそうなんだけどさ、うん、まあ、色下から見たら怖いからね、本当にみんなそうだよみんなそうよ、こんなんやフラッと行ったらみんな怖いよ、本当に、あ、本当俺もすごい言われる、本当あんまり下の子に直接やめてください、指示とか、マジでだっていいね、存在がパワハラって言われるってことはしんどいわあれはね、どうにもなんないもんだって、でもその頃ちゃんと話してたよいやだって真剣にゲームの話をするだけだもん、そう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 だよさっきあのちょっと物まねしてくれたけど高井宏さんね、俺の、うん、なんで俺真剣に単なるゲームデザインの話をこうガチンコでデータの話とかしてるのに、うん、完全になんか、なんか俺は言ってる間は良かったんだけど、うん、こう言い終わって見た瞬間、あれなんかすっごいいじめてるみたいな雰囲気になってる、何これっていう本当に生まれたての小鹿みたいになってでも自分がディレクションしてるゲームなんだからなんかいいじゃんと思うんだけど、いやそうなんだけど、うん、いやそんな、なんだろう、いや一生懸命単に一開発者として、うん、相手も一開発者として話してるつもりなんだけど、うん、全然そう受け取られてないなっていう時、あ、議論をしたいの、議論をしたいの、ディレクターからの意見になっちゃうってこと、そうで採用した、納得して、議論して納得して実装したのかなって思ったら、うん、他のセクションから「えだって吉田さんがやれって言ったんで」みたいな、ああしんどいね、よく聞くよね、うん、で遠回りになってから来るんだよね、吉田さん、え、こんな仕様で OK って言ったんですか、はぁみたいな言ってねえよっていう、ガチ切れじゃないですか、まあ、ようあるよな、 PD オーダーっていうあの印籠で、ね、謎単語ね、ね、 PD オーダーなんでって言うとプログラマーさんに説明あんまりしなくていいみたいなさ、うん、やらなきゃいけないみたいになっちゃう、あとこうコストが辛いとかスケジュールがって言ってるけど、うん、いやとりあえず PD オーダーなんでって言っとくと最近賢い人たちはね、本当にこんなオーダーしましたって一旦確認する、そう、来てくれるんでね、いやしてないです、どういう経緯でそれはどういう発注がいったんですかって聞くと、いやこういう話で PD オーダーだって言われたんだけど、うん、なるほどって、僕が頼むんだったらこうこういう理由でこっちの実装にしてもらうと思うんで、そういうつもりで、で俺はこう思うんだけど君が言ってんのはこっちだろって、うん、どっちにするか判断して考えて、最後実装っていうか責任を負うのは自分だから、うん、それで頼んでって、俺もそうだよ、だって言うとき、そうだっていやそれを直で行くから、いや俺は会議中に、ああなるほど、そうゲームデザインの話したいじゃん、したいんだよ、プランナーしたいいる中でさしたい、楽しくゲームの話したい、そうゲームの話をしたいのよ、うん、ゲーム作り好きだから、うん、しんどいね、生まれたての小鹿みたいなしんどいわそうなっちゃうんだ、もう我々の威圧感を消すしかない、冷圧を消すしかないんだそうそう、ないんだよな、そうそう、そういう時なんかみんなどうしてんだろうね、仕事上なんか不思議なんだよな、いや結構みんな仕事してる人も当然たくさんいらっしゃると思うんですけど、なんか上司からと議論になった時ってどうなんですかね、僕若い頃から全然平気だったんで、いや来てくれた方が本当楽なんだけどな、言い方さっきジャラ外せよって言いました、ね、言い方説ちょっと言う力ですか、ね、勝ち切る、ごますり、自分の意見は言う、まあそれはねそうですよね、あでもなんかうちは
会社組織的にパワーないんですけどね。ないですよね。そうそうそう。俺もないで。ないで。あると思われてるだけで。ないない。ありますよ。ん話してる相手よりはありますよ。ディレクターだから誰があるんだろうね。少なくともディレクターだから。いや、まあ、そうなの。俺はないとか言うと余計プレッシャーになるんですよ。やめた方がいいです。誰が言われてる方。あ、俺と君は対等だよ。多分対等に聞こえてる。全然ダメ。そうそうそう。いや、俺さすがにそんな言い方はしないよ。嘘つけって思われるだけだよ、相手から。そうと。いや、俺が言いたいのはみんなが思ってるほどないよって。うんうん。いや、本当に。うん、だって喧嘩しに行ったってあの聞いてくんねえんだもん最後だいたいガチ切れして帰ってくるだけじゃん俺。まあまあそうだね、うん、だよこれそれを聞くっていうね。ここはギリセーフ。ギリセーフ。あぶねえ。それなかったですね今ね。だいぶだいぶすっげえ喧嘩すっかんな上と喧嘩するの大好きやねいやいやいや、そうね、来てくれる分にはねいいんですけどね。だ吉田さんも上に行ってるわけですから。行ってる行ってる。それはいいわけですよ。いや違う、でもゲームの開発現場って仕様って必ずなんかこれが絶対正しいはないと思ってるんで、もちろん100人いるうちの3人しか好きじゃない仕様っていうのもあるかもしれない、うん、残り97人はこっちだけど100ゼロって多分ねほぼないんだよ、うん、だからどっちにもメリットデメリットあるし好き嫌いって絶対ある。で当然お互い人間だから、まあ俺は A が好きだけどそっちは B が好きってなった時に、じゃあ14のプレイヤー、今の現状の14のプレイヤーの方や今のコンテンツ状態からどっちがいいんだろうっていうことに関しては議論をして、せっかく実装したり責任持ってやるんだから納得する方でやってほしいと思う、うん、ただ少なくとも A だって言ってるものに対してはリスクがこんだけあって埋めなきゃいけないものもたくさんあると思ってるんだけど、それを超えてでも君は A で行くんだねっていう話をしたいんだけど、じゃあ B にしますみたいなお前何聞いてたんだよ今みたいなのとかね。で悩 それで分かりましたって言って帰った後、プログラマーからあの B で実装したんだけど、なんか使用質問本人に聞いたら吉田さんがそうしろって言ったんでって拉致が開かないから吉田さんに聞きに来ましたって言われて、いやみたいな。なかなか大変ですね。どうすればいいんだろうね。あれ困ったね。あの雰囲気じゃら外せ言い方って書かれた言い方な。むずいんですよな。組織がでかいと余計な。同じ話になっちゃう。確かに向こうは多分えあのサブも同じ話をしてる。同じような宮川さんがシステムを途中で入れ替えてっていう。ああ、なるほど。同じ話です。あの夜つけてくるとおっさん昔話ですよ。俺らないですよね。うん、いやでも過去から学ぶこともたくさんあるわけで。あと20分ほどございます。うん、あの俺ね、本当どっかでもちょっと言ったんですけど、14やって最大ショックだったことがパッチをリリースした時にあって、あのパッチ 2.1 リリース当日日、まあ初めてのメジャーアップデートで24人のアライアンスレイド古代の民の迷宮が実装されてさ、当然そのパッチリリース日だから夜中まで会社にいないと何かあった時にエマージェンシー対応で屋敷取れないから、まあ夜中までいるじゃない。であれ何時だっけ、サーバーいたの7時ちょい前ぐらい、そんなもんだと思います。でまっしぐらにその古代の民の迷宮開けに行ったんだよ。フェイトがさていうか違うの、そのゾーンに入ったら、うん、なんか俺14ってそんなにシャウトがあるゲームじゃないじゃん日本のサーバーだと。すごいオレンジの文字ダーって流れてんのね。何かと思ったらヨシダーって書いてあってましたね。いやあれどうしたんだろうと思って、なんかあれバグってるのかなって思って駆けつけた、そのシャウト元へ駆けつけてみたら、うん、フェイト出ねえぞーってなっててうわっえってそんなえ
しかもあのリリース直前に PD チェックやってる時に間隔長すぎから、うんうん、短くしろって時間指定までして出したのに対応されてないあれはそのなんだろう 2.0 始まった時にサーバーの許容限界を超えてたくさんの人に遊んでもらえたんだけどパンクした時のはまあ事前にあれだけ計算準備をしたけど読みを誤ってたくさんの人が来てくれたっていうその、うんうんうん、まあ言い訳にしかならないんだけど、うん、こんなに遊んでくれると思ってなかったっていう想定外だからすごくこう瞬時判断をしていけたんだけど手までこうちゃんとチェックもして打ってたはずなのにこう入ってそれで自分の名前がドバーって叫ばれた時にあごめんなさい修正しろって言ったのにと思ってすげえ勢いで走ってって担当者のところにこないだタミの影響のヘイトどうなってんのってもう一生忘れられないよでそれでネットを見たらネット中吉田って書いてあって、うんうんまとめサイト系がね全部あのフェイトが発生しないやっててまあでも満足デイリーとかもフェイトは結構いろんな問題を起こしましたねまあそうねあれはしんどかった一通り話して席に戻った時もう頭に自分でシャウトでよしってやったもんねでもなんかもう乗っかっといた方がいいかなと思ってあれもう一生忘れられないもん悔しくてそういう件はない、ない。それ系やけ。うん。でもなんか動線集中系はやっぱ多いですね。まあ今朝もちょっと言ってたんだけど、あの初日の行列なインスタンス、フェイスインスタンス待ち行列。そうですね。14でも見るとは思わなかったって、うん、あ俺もそうだったんだよな俺は中国人が並んでるのを見た時は結構ショックを受けましたけどね中国サービスやった時にああ鳴らすかどうか迷うまあ、まあ大丈夫ねえ鳴らなかったなかなか並ばないそうで並ぶことをしそこまで言うとブブーな感じ微妙だったんでしょいや今の見合わせ分かんないかなと思っていやでもダメだなやっぱなんかトラブルの方が思い出になっちゃってんだよそうですね、うん、それはありますね意外と意外とやっぱでも広範囲だからそんなにピンポイントにこれって感じじゃないんだね難しいよピンポイントいや本当にだな俺思い出せばいっぱいありますから、ね、いやそう思い出してくれって言ってたいい思い出は全然ないですよ、ね、でも本当トラブルの曲ですいい思い出全然ないですよ我々にとってパッチのリリースだったり、うん、カプセルディスクのリリースだったりって、うん、できてものがリリースされるわけだから、うんうん、もうこれもういいことなのよ、まあ、もちろん、うん、で逆に言うとそこまでそれを作るための苦労っていうのは、うん、全部その苦い思い出しか残んないから、まあね、やっぱりできて当たり前のことの半分半面しかないからお前を一周回っていいこと言ってんなほらだって全部お客様のためですもん遊んでもらって俺らの ゲーム作りでどうしたのいやいつも思ってることよ俺常日頃いやまあそれでも前広許さないって言われるそうだねそれはしょうがない、うん、それはしょうがないいや辛かったのはあれですよあの14時間といえばあの1周年の時にお超える力やれって言われたのがあ俺あ、うん、すごい辛くておっさんに何やらせんだって思っていや俺でも本当正直もう一回やってほしいのよえ何ですか超える力です超1周年の時に、はいはいはい、超超える力ってそうそうバトルチームが揃ってミクリアの人たちを入れて、うんエンドコンテンツも含めてクリアさせていくっていう、ね、いやもうこの年になると2時間ぐらいゲーム続けてやると辛いのに何時間やらせんだと思っていやあれでもね面白かったね俺タイムシフトも後で見たけどすごい辛かったですね俺多分ねいいプレイもいっぱい出ましたしそうまあ面白かったと言っていただけるのはありがたい、ね、面白かったっすよね、はい
すごい辛かったですね。あの一躍プロモンクが脚光を浴びてうちのプロモンクが、ね、でプロモンクがあの極多幸の時にプロ流に変えて遊んでました。ジャンプで綺麗にこう攻撃避けつつイルーシブで避けてね、そうそうやってたので、ね、あれね実はね今年もう一回頼めんかって言おうかなと思ってたんだよね実は。次に向けてやりたいっていう仕事の外で頼まれるのが毎回辛くて、もともとそのなんかファンフェス用にコンテンツ調整してくれって言われるのが嫌だっていうのが嫌だってすごい失礼ですね、すごい辛いなっていうのがあって、で1周年でやってでラスベガスのファンフェスも公演してってすごい忙しい時期に言われて、ガチ切れしてましたからね。してたね。してました。散々だけど、ファンフェス行って行ったらすごい楽しかった。お客さんのそう、ゴンちゃんすごいあれで変わったよね。でもね、あの本当にやっぱイレブンの時の経験もあってあんまり出たくないっていう話だったんだけど、やっぱあれだけですよね。ゴンダイさんと2人でコンテンツを作ってましたよね、イベント用本当に作ってましたね。いや、あれだけこうやっぱり楽しんでくれてる人たちを間近にするとありがたかったです。いやね、本当そうだよ。いや、あれの行く直前の土日で資料作ってて、なんか吉田さんが出社されて、あれ土日誰もいなかったぜみたいな話をされて、自分いましたよって切れましたよ。あ、切れてたね。そうそう、ごめん気づかなかったっていや本当ね、ファンフェス当日のね、その入り会場入りぐらいまで切れてたんですごい切れてました。うん、なんかめったに俺にそのなんかあんまりなんだけど、あの時はもうなんかちょっとあったらすごいグッて変わってくるから、よっぽど切れてんだなこれと思って。本当に仕事が忙しいのにあれをやらされて。いやいや、お仕事ですから。はい、まあでも楽しかったの。すごい楽しかったね。まあ2014年の年末ですよね。そうです、14年ですね。だからあれ以来その割とねバトルチームはあんまりやっぱり出るといろいろなことがあるからって言ってたんだけど、まあ、どっちかっていうと本人に出たいんであれば、出る気があるんであればっていう風に変わったもんね。だからプレイヤーの方とやっぱ接することって割と、まあ、リスクももちろんあるんだけど、俺は今の時代だったらもうメリットの方が多いかなとは思う。一生懸命やってればの話だけどね、それは。ああ確かにな、ファンフェスの完成は何書いてるんですかこれ、エムちゃん。何デザイナーさんのプログラム飲み会で、サブがデザイナーさんの飲み会で、アーティストですからね。なるほど、確かに、2系統の飲み会が走ってるわけです。向こうはデザイナー口を言ってる。そういうことなんです。確かにな、デザイナーさんたちは確かにな、発注されて作って組み上げられてみたらまたやっぱり修正してたのあるからな。VFX とか大変そう。大変なもんないっつもな。大変ですね、うん、いっぱい発注してますからね、うん、すごいボリュームだもんな。あ、そうだ、一個俺それで忘れてた、はい、ファンフェス、ファンフェス今日、まあ、もうちょチケットの抽選受付始まってるんですけど、はいはい、今年というかこの2016年17年のファンフェスもスペシャルバトルがありますっていう話をしてなかった。そういえばそうでしたね、はい、ファンフェスに来てくれた方が先行して遊べるバトルコンテンツが1個あります、うん、ございます。前回はオーディンでしょ。そうでしたね、はい、オーディンのお披露目がありますんで、ファンフェスでございます。ぜひ、はい、会場に来て挑んでいただきたいなと。半月前ぐらいに終わったんだっけ調査。あ、終わったんですか。終わったんです。すごい大変だった調整。どこに落としどころつけるのかね。ギミック総入れ替えするみたいな。ぜひ何ご期待ください。35万人って何？来場者です。あ、今。あ、あら、そんなに来てる。ありがとうございます。ありがとうございます。モルボルさん、ヨシピへの日頃の不満って書いてある。モルボルの話を聞きたい。あ、そうね、確かに。いや、じゃあまず今聞いてった話を振り返るよ、はいはい、この6年、うん、この6年やってきて、はい、
これはちょっと本当二度とないやめてほしいっすわみたいな。あーでも私基本的に、うん、基本的に、うん、あのね本当にあの綺麗事でも何でもなく嫌なことが原則ないんですよ。ね、まあまあそうなんですけど、うん、まあただ、うん、Q14 がローンチした後、うん、してから、うん、吉田さんに決まるまでの間、うん、までの間ぐらい、うん、だから賞味1ヶ月ぐらいの間に、はいはいはい、もうね毎日かっていうぐらいね社長室の横の会議室に呼び出されるわけ、うん、でこの件どうなってんのどうなってんのって、うん、やれよってちょっと思いながらいろんな人ゲームを やってない人たちにねプレイしろよって今どうなってんのっていうのをねもうほぼ毎日報告したりう、うん、もうなんかね偉い人たちがいっぱいいる中で当時部長でも何でもないですよ私、うんうん、行ってこうカクカクしかじかですとかいう話を、ね、毎日するのがもうめんどくせえなって時期があめんどくせえなっておっしゃいましたね。めんどくせえなって思ってそうそうそう。めんどくせえなと思いながら。それが一番めんどくさかった。うん。6年で一番めんどもうなあれはないなくていいなと思。それを今の心境で一言で言うとやれよ。やればいいじゃん。プレイしろよ。そう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 。これでもあれだね。心外だね。俺らすっげえ一生懸命調査してレポートしてたけど信じられてなかったんだなって話だねこれ。あでもそういう意味では、うん、そうそうそう。俺こそプレイしろよって話だね。だからあの調査してたくだりとか過去のインタビューとか、うん、あの定談のくだりとかでいろんなとこで話になるじゃないですか、うん、だからあの系統と要は運営してる、うん、我々9番からずっと運営はしてるわけで、うん、あの2系統のラインがあったんだなっていう答え合わせができてる意味で、うんうんそうだね、私は皆さんと違う感覚を持ってあの吉田さんのあの辺りの振り返りはああそうか私がこういう話をしてる頃、うん、もう一方ではこういう活動だったんだなっていうのは運営サイドとかサイド、そうそうそう、しみじみ感じるところです、まあ大変でした。じゃあそまあそれが吸ったもんだって、まあもう一回やり直すぞって話になってからここまででこれは良かったもしくはこれはほっこりした何でもいいプレイヤーさんのエピソードでもいいしこれはやれて良かったとかこの瞬間にこうやってきてよかったなと思ったみたいな。よかった。あ、ごめん。春日が今いなくなったのは、はい、多分携帯が鳴ってないから、本人のエマージェンシーだと思います。フィジカル的な。そう、あの下半身側がなんか多分赤電が鳴ったんじゃないかな。今ムーブーじゃなくていいですか。え、何が？俺は。いや大丈夫です。ごめん言っちゃってからだったんで。はい。うん。良かったことは、うん、あでもこのまたこれうーん、うん、もうずっと運営業とカスタマーサポート業しかやっていないので、はいはいまあ、これね運営業に長く従事している悪いところでもあるんですけど悪いところばっかりにつくんですよね。その、うん、なんかこう全体で見るとすごいうまくいってるんだけど、うんうん、ここが良くなかった。だから今日で言えば、うんこの回の冒頭映像が出なかった。14時間生放送全体で言えば、まあ、35万も来てくださってとかね、うんあのまあ、よかったねっていう結果になるところ、うん、そのどうしてもねここの要はこことここはなんとかならんかったかっ悪いんだけどそう俺すっげえ遠いっすけど、はい、あの全然ダメだからね分かった分かった正解だそれ的なことでなんていうのよかったなっていう感想を、うん、なんかこう抱きづらい体質になっています。ただまあいろんなイベント行って楽しいですとか、うん、ありがとうございますって言われる機会もまあそれなりにあるので ね、はい、それは純粋に楽しいですけど、まあそれよりはどうしてももう今日のね今日のでかいミスはそこそこあったんであれですけど、そこそこあったね。そうそう、日々の運営ごともどうもね、うん、細かいこと気になっちゃう人を褒めない男だからね。そうなんです。だから最近すごい気をつけてます。まず褒めようと思って。あそうね、でも人を褒めない男って君が言うんだよ君社内でも随一人を褒めない男と呼ばれてたやん。あれなんで呼ばれてんでしょうね。最近すごいでも褒めるよね。褒めます。褒めるよね。いや褒めた方がいいって。いやいやいや褒めるんですか。褒めますって褒めたの。あれもなんで言われるんだろうっていうのがすげえ。クスカさんも褒めないですけどね。ゴンちゃんに褒められたスタッフの喜びようが半端じゃないソケンさんも言ってましたけど、そうだ
こんなことないですけど、そのゴンゴンちゃんに曲を褒められたっつってすごい喜んでんの。もうオリコン1位取ったかのような喜びようで、いやずっと言ってました、言ってたねあれね。なんか聞けってコメントですよ。吉田になんか言いたいことないなって。特にないですけど。吉田さんはだから若干出会いが特殊じゃないですか。ああまあね。なんでちょっとそれにちょっとねブルーがいっぱいになる話しか出てこないんであれなんですけど、あのそういう意味で面白かったですよ。なるほど。はい。室伏さんからこう開発に言いたいことはないんですか。あるだろうそれは。いや開発に言いたいことはあるやろう、あるやろう。そんな別に特にないですよ。もうちょっと CP が行った時優しくなんないですかね。みんな開発っていうのは俺が見てても思うわ。あそこは良くも悪くも、うん、あのこの運営従事者が鳴らされていってしまうところでもあるので、まあ確かによく考えればもっと、ね、いいやり方もあるのかなって思うこともあるんですけど、まあそういう意味ではそうなんですよね。そのフロントエンドにいる辛さは若干ありますけど、うん、まあ、やっぱりフォーラムでのお客様に対してコメントを出すとかも開発チームからコメントもらってこないと当然書けないけど、まあ開発がね、こう機嫌悪そうな装備をしたりするもうどうしても割り込みになっちゃうから苦しそうですね。そう、最後やってる集中最中にね来ちゃうからえってなるし、しかも言われてる案件が分かってるよそんなのっていう、うん、だからまあだけどその間でパイプをつないでくれてる人のことを考えたらさもうちょいなんとかなんかねっていうのはよく言ってんだけど、スタッフにこれもだからこれあんまり話すとブブーがなるんですけど、うん、最近の開発チームの皆さんは14も含め最近のいろんなプロジェクトの開発の皆さんはまあ協力的になりましたよ。昔に比べれば本当ね、昔はこれはダメです。途方もない道が出続ける話題ですけど、なるほどね。でも本当あれです、今日だから運営チームの話が多分コミュニティ放送であったと思うんですけど、今だからソシャゲがいっぱい出て以降ネットワーク監視チームとかそれを全部見たりして、そのいろんなチームとのパイプができてるわけなんですけど、それもやっぱ経験がなかったり出始めの頃はもうなんだろう、ひたすら情報が来ないとか、まあそういうのは当たり前、そのイベントが始まるのは我々もそのツイッター見て知るとかそういうのは日常茶飯事だったのもこうだんだん啓蒙していって、こうだんだん先に情報くれたり使用書くれたりするようになってきているのが、まあ、進んでるので最近はいい時代だなと思います。マジか、そうなんだよね、意外とね、意外とね、開発って開発様せんしてるんでね俺から見ても若干ね、あれ、まあ、ね、一生懸命みんな仕事しようとしてるんだね。まあ、そういう俺もこう超絶取り込み中でやっと席に着いてやっとメール書き始めたって時にコンコンガシャッいいですかよくねえと思うんだよな。顔に出るんだよな。なんかイラッとする瞬間イラッとしない症状を出す方法あるんですか。あるんだよ、そう言いましたね。なんかお客さんなんか考えついてよ、あれ隠せないよね。難しいっすね。難しいですね、本当に。もう目に焼き付いてるのはコンコンコンガチャッと入ってきていいですかって言った直後の俺の顔を見た相手の顔の固まってるストップモーションをすごいたくさん覚えてるもん。うわーまたやっちゃったと思って。そんなこう割り込まれた時に顔を見て話すとかイラッとしないとかって結構難しいですよね。今お忙しいですかって言ってわあれね、すごい反省するんだよな。話を一通り聞いてからごめんねごめんいやあれはやばい時があるなマジで。
あ、パイサマスクつけよう。コンコンってなったらガッてつければいいの。何かねって今いいですかって言われても大丈夫ってことね。パイサマスクしてでも開けてパイサマスクだったらまあ閉じますからね。そっと閉じますかね。何をしてたの？あ、寝てたのかなって。いやあれ難しいよね。難しいっす。特にヘッドホンしてたりもする開発もいるから、ね、すいませんすいません、ゴンダイさん今いいですかってよくねえっていうな。いやー本当難しいな、あれは。来年は予算を割いて全員も多分なんかなんかそれぞれなんか、まあ、俺に言いたいこととか無重力アンパー解禁で出して解禁ですね。でしょうね。沈黙になってしまう。なんでしょうね。お、行っちゃえって。なんだろうな。なんかね、対外的なヘイトをすごい取ってくれるじゃん。いっぱいいろんなことの全部表に立、まあ、ディレクターとしてプロデューサーとしても表に立ってくれるけど取り付けなんじゃないかなって若干思うところもあり、なんか全部ヘイト取ってくれるから下にこうスタッフに対してね、スタッフに対して頭割りになってんのよっていう印象を受けちゃうの。なんかあった時の何かの対応しなきゃいけないっていうのが、責任がもう頭にそう見えちゃうのね、難しいと思うんだ、難しいと思うけど、で多分それこそ吉田さんじゃないとできないことだと思うんだけど、結構ねなんか取り過ぎなんじゃねえのかなって考えることもある。言いたいっていうか考えることもあるな。フラッシュ焚きすぎなんじゃないかと。そうなんかある。もう自分実際バトルの話を自分が表に出るのが苦手なんで吉田さんに代わっていただいてやっていただいているのが多いんで、そこは確かだなと思います。ただ正直自分のところに無茶ぶりを持ってくるのは多いなっていうのがまあ 50-50 なんです無茶も頼んでるから、そうですね、やった分のツケの無茶はこっちで受けるよ。突然アライアンスしたいっすって24人でコンテンツ入りたいっすみたいな話を振られてとか、あとまああの海外の話でもともと来たやつですけど、あの要はあのニードグリードパスみたいなやつ、グリードとかを入れてほしいとかっていうのを、それが直球で自分に来るじゃないですか。すげえな、頼ってんだもんだってあのもうちょっといいよそういう話して、俺ほら何でもプレイヤーが言うことを否定するおじさんみたいになってるからぶっ込みに行ってる。ゴンダイさんもそれでゴンダイさんの下に行くのを防ごうとするじゃないですか、はい、ちゃんと。で、だったら自分で塩切ればいいやと思って。そうだ、ね、だと思います。そう、結局多分他の人が考えるともっと難しく考えると、そうだね、アライアンス組むんだったらもっとなんかすごい頑張んなきゃいけない。あとここまでにさせてくださいって言うためには僕らが言わないとっていうのもやっぱありますから、はいはい、結局 UI も最初パーティーリスト全員分出すんですかって言われて、うそうだね、簡易でいいよっつってね、はい、あそこの判断をしながら詩を書ける人はそんな多くはないんで、だってそれゲームデザインに踏み込むことになるじゃん、はい、でだって他の本当アライアンスレイドなんてやってて他のパーティーの TP 表示なんかいらないじゃん、ぶっちゃけ。だけどあった方がいいと思いますみたいなのあるからさ。すごい花の香りが。お話を失礼いたします、ええ、お花の中から高井さんがですね、なんかしんみり話してたね。そっちもなんかあれじゃん、デザイナー居酒屋みたいな。最後はね、なんか開発者あるあるとかなんかそんな、あ、なるほど、本当に開発者の飲み会になってた。こっちもね、あのぶっちゃけね、できるだけね悪い話からしていい話に持ってこうと思ったらね、いい話全然ねえじゃん。まあでもなんかおも面白いらしいですよ、そういう話が。だったらいいんですけどね、うん、高井さんが来たということは本当に大丈夫かなと思ってますけど、はい、なんか盛り上がってるところ無理くり締めさせられて、もう行ってこいって言われたんで来たんですけど、あのオーケストリオンチャレンジが終わったということで、まあ最後は本当にやってないんですけどねやってない本当に1時間半は多分ここの放送と同じ時間ぐらい本当みんなで飲み会やってた。あ、まあとりあえずそんな感じでした、うん、ごめんマジですか、本当に申し訳ない。なるほど、うん、まずは今日、まあ、じゃあ1日やっていただいた、はい、
結果を聞く前に感想を。いやいや、ちょっと待って、ヒロシ前おいでよ。前もうちょっとトイレ行きたいから俺のとこ。はい、高井さんもステージなんです詰めます。吉田さんが帰ってこられる、結構あそこも2人あ、どうぞ。皆川さんたちも竹尾さんもさあさあ、ぜひぜひ。吉田です。どうも吉田です。吉田です。どうなの、うまくいったの。よっす、いかがでした、はい、あ、楽しかったですよ。もう本当に皆さんの協力していただいて、はい、まあ阪神戦系が私が地雷だったということに概ねうまくいったんじゃないかと思ってますけど。それはそれは、はい、では成果の方、結果の方、ね、成果はですね、なんと57枚でしたかね。57枚、79枚中57枚。79分の57、はい、ということになります。1日で57枚はみんないけるぞと長年さんの人、頑張れ頑張れと、皆さん頑張ればできますよ、はい、ということですね。じゃあどうしましょうね。吉田さんいない、トイレっぽいですね。これはこのまま続けるんですかね。じゃあ来年に向けての意気込み先みたいな何やんの来年。来年なんか希望あります。希望とか毎年ないですよ早く解放してくれしか希望はないんですけど、でもね、はい、なんか最後本当に我々も居酒屋トークをずっとしてたんですけど意外にユーザーの皆さん、はい、そういうのは面白いらしいです。最後聞いたんです、本当こんなんで良かったですかと本当ただの飲み屋ですよこれ、開発者のっていう。だいや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 、聞ける分には聞いたるわみたいなああいうのでいいんじゃないですか。もう向こうは一線を越えないところはどうやって守ったんですか。一線を越えない、やばい話ですか。そこはもう HQ 率いる我々ですから。モラルは完璧です。もう林がちょっとどうかなぐらいでもう大丈夫です全然。こちらのチーム割と線を踏み越えがちですね。なんかブブーブブーブブーがブブーいなんかね向こう出て今ヤフルフラッシュが決まった最後まで聞いてしまったいいタイミングでブブーが来るなんて向こうで言われたぐらいですから。随分なりました。あ、もう全然こっちは全然大丈夫ですよ。高橋さんどこまで話したんです。どこまで。やばいのは。いやいや、お前のことは褒めておいたぞ。本当にもう。ありがとうございます。本当に褒めておいたからな。もう。今日のオープニングの話とかしなかったんですか。あれはしてないしてない。もう春日さん、春日さんシーンはもうすごい上がってますから大丈夫です。マジですか。春日さんがワークスペースを消してる話。俺がちょっと目を離したらワークスペースを消されるって容赦なく消されるって話はしておきましたから。でももうパフォースのこう、うん、デポは100テラですから、ね。100テラ、そうですね。ただパスワードの再発行をいつもしてもらってる。そこまで言っちゃった。そう。してた。そんなことを頼んでるのかって。まあ、しても消しても100テラですから。合流した感じになる。なるほど。なんだそっちでも飲んでるだろみたいな。じゃあ行く行くってなって。なんだよ隣の個室だったみたいな。なんだよ。まあ混ざろうぜってなってます今。まあでもこのメンバーで飲むのもそんなにあるわけじゃないもんね。まあねこのメンツがバンと集まることはそんなね、うん、打ち上げとかないとね。まあなんかこうなかなか M ちゃんが忘年会新年会とか言ってたけどやれてないですか。やれてないですね。やれてないやれてないですね。もう誰か彼か仕事だもんな。そう。だいたい忘年会でなんか打ち上げだの時絶対来れないのあいつじゃん絶対来れないじゃん。絶対いないです、まあ、去年の忘年会はあれか、某タイトルが某タイトル今の話すところですではもうダメだ締めよう。マジで。もうね時間も1時58分9分になろうというところですので、14時間走ってまいりましたので、最後に曲がエンディング本当だ最後に最後までいた皆さんに一言ずついただいて、締めたいと思いますので、じゃあ高井さんスタートで向こうにマイクをどうして、いけるかな、なんか送ってってうんいけるのかな、途中までいけるかな、はい、あ、ここピンあるから大丈夫だよ、俺ら、はい、あ、高齢層めっちゃ持ってるから、ここだ、大丈夫ですれば、はい、アンコール、アンコールってゲーム、それ何、アンコールはもう一回14時間これから14時間やこっから14時間は寝かせてほしいな24時間テレビをやるほどの体力はもう我々残ってないです、うん、チャンネル変えてもらうしかないですよね今、裏でなんちゃらテレビにやるでしょう。まあなんちゃらテレビのマラソン担当ですからね僕そうね、そうです、感想のサライがね、はい、サライ行きますね行きたくないよ、じゃあまあとりあえず57枚
一応揃えるところまで行きました。はい、まあコンテンツ系はね、僕が本当に散々地雷になりまして散々ご迷惑をおかけして、うん、もうユーザーの皆さんに気を使ってもらえる一方で、なるほど、大変もう肩身が狭い思いでしたけど、まあ、それでもなんとか57枚いけたんで、これからもう譜面を集めたいという方、1日で57枚いけますからなるほどね、なんとか行っていただきたいと思います。そうですよ、ごめんごめん、ボーナス使ってる話じゃないですか。経験さんいないと思うんですよ。直樹頭いいな、そこに気づいちゃうかも。じゃあまあ 4,50 はいけるんじゃないですかね。じゃあざっくりだな。いやでも本当に、はい、まあ年日とかって皆さんと一緒に遊ばせてもらえて大変楽しい思いをさせていただいたのが、まあすごい嬉しかったですし、まあ、最後グダグダ飲み会させていただきましたけど、はい、それをこう聞いていただいたのもすごい嬉しかったですし、まあもうここまで来るとあれですかね、うん、来年も頑張らなきゃダメです。決意表明したよ、なんか楽しんでいただければとは今思っていますんで、はい、まあこれからもファイナルファンタジー14をもう末永く遊んでいただきたいなと思っています。今日はありがとうございました。そうですね、次そのまま行きましょう。ゴンちゃん行きましょう。はい、こんな遅い時間まで皆さん、遅い時間まで皆さんありがとうございます。そうですね、まあさっきお話を聞いてて、まあ1周年の時の超える力が好評だったっていう話があったんで、また次回が4周年があったら、おお超えちゃう、マジか。ちょっと、ただ時間ちょっと取らないと嬉しいですね。インターバル長い時間、インターバルだろうじゃん。2時間が限界だっていうから、2時間超える力だったら15分休んで2時間やる。15分。二目しみに入るみたいな。そうそう、うん。本当にあれ体力的にきつくて、なのでまあでも皆さんが喜んでいただけるんであれば、また企画を考えたいと思います。うん、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、じゃあ小野さんお願いします。はい、はい、今日は本当に14時間ありがとうございました。こうやって、これいるだけですごく多いように感じますけど、放送している合間合間にスタッフが後ろ側に来てはこういう様子を見たりとかしてて、いろんなスタッフが休日にもかかわらずいっぱい来てました。で、うん、やっぱりここにいるだけじゃなくて本当に大勢のスタッフで作ってますんで、そのスタッフみんなこうやってプレイヤーの皆さんと触れ合えるこのタイミングをすごい喜んでますんで、ぜひこれからもよろしくお願いします。泣けよ早く、はい、甲本の顔を見てると情が映るって感じ。今日でも甲本さん脱出ゲームの時に輝きっぷりがすごい、すごかったらしいね。さっきちょっと聞いた、はい、早かった早かったね。脱出ゲームマスターなんだよね。マスター言ってるなんで自分で。いやだからなんかさっきのケンジロウさんのやつすごい勢いで解いてたんでしょ。楽しかったです。でなんか俺チラッと聞いたけど、であのプレイヤーの皆さんも協力してくれようとしたのか、アイテムの問題が結構多かったじゃない。某エリなんとかさんっていう方が作ってるサイトがダウンした。で挙句そこでリブート作業本人来てた、うん、リブート作業してたって話を、実際僕もエリナントカさんを検索してエリナントカさん、エリナントカさん本当ありがとうございます。ありがとうございます。来たとおっしゃってました。いやいや、はい、はい、じゃあ春日さんお願いします。うん、3周年ありがとうございます。まあ自分が関わっても、まあ今回の話で話をさせていただいたんですけども、6年ぐらいやってて、まあ長い長いなと思ってるんですけど、皆さん楽しんでいただいてるんで本当にありがとうございます。でまあ4周年に向けて自分が何かできるかっていうとあんまできないんですけども、これからの拡張に向けて、まあできることはやっていくのでよろしくお願いします。これからも楽しんでください。そのできることが怖いね。はい、じゃあ前田さんお願いします。はい、今日一日散々喋ってきたので、まあ、あまりここで語ることもないんですけど、これからも一生懸命頑張っていきます。面白いゲームを作ります。よろしくお願いします。あ、ごめんごめん、これ一個、はいはい、ね、朝聞き忘れたのがあって、うん、なになに T シャツ今日いろいろ変わってきたけど朝、まあタイムシフト後で見ていただきたいんですけど、うん、朝さ、うん、テレジとアデレジっていう T シャツ着てるそうだったっけ、うん、うん、で上半身と下半身ってチラッと言ったんだよ、うん、あれさ
ラウバーンがこうバーンってやった時にさ、うん、つまりはだよ、うん、画面外で、うん、真っ二つなのかなっていう、あそこ聞くんだ、うん、そうだね、あのいろんな事情があって、そうね、テレジ見せられないよってなってるけど、テレジとアテレジになって、うん、あの仲良く寝てた、やってたの、我々のゲームいろんな人に楽しんでいただけるそうそう、いろんな見せられないタップ前で嫌やな、困るから、ね、幅広く楽しんでいただけるんで俺カットシーン見ただけギョッとしたからね、最初怖いっつって、想像にとどめておいて画面外にこう、うまくしろっていうな、うん、いや、あの世界設定の謎が一個、はい、いやもうね、これ朝ね、俺言おうと思ってたのに忘れてた。今、すっきり、すごい追いつきました、最後。よかった。はい、はい、じゃあ、冗談もっちいただきましょうか。はい。はい、この放送をご覧くださった皆様、本当にありがとうございました。そして、この会場に来てくださったサイトのオーナーの皆様、ありがとうございました。まあ、今日はサブ放送をメインでやっていたんですけれども、サブなりの、なんか面白さというか魅力を伝えられてたらいいななんて思ってますで、あのメインがあるからあのサブは自由にできるんだなと改めて思いましたし、今回あの来ていただいたサイトオーナーの皆様、まあ、当然ツイッターとかね他のところで活躍してくださってる皆さんもいるんですけど、独自 の、 あの視点で多分きっとこの14時間どうだったよっていうのをまとめてくださると思うので、そちらもぜひ、今放送をご覧になった方々も見ていただけると嬉しいなと思います。で自分的にはあの年度とか年じゃなくてここが区切りの1年だと思っているので、うん、まあ次ファンフェスに向けてですね頑張っていきたいと思います、はい、なのでぜひ一緒にまた歩んでいただけたらなと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、小源さんお願いします。べしゃりうまいやつらの後とかさ、死んだよね、ふざけんなよ、ね、さ俺は食うだけなんだからさ一日頑張ったね、その服確かに暑いのこれあ、パセラさんありがとうございます。明日お返ししますんで臭いですけどあのとりあえずあのその3周年迎えられてよかったなっていうのももちろんあるんですけど、でこれからも頑張りたいんですけど、曲がループあしましたねいや気になる、いや音は気になりますよ、それあの実はもうそう言ってもその差し迫った脅威があるんですよ、僕らには 3.4 というそうね、はい、でもうそれにもうほんと毎日翻弄されてる感じなんで、もうそれをとにかくあのなんか言い方は悪いですけど目の前のことまずはもうあのやっつけていくことを頑張っていきますんで、これからもよろしくお願いしますという、はい、はい、お願いします。はい、今日は長い間お付き合いいただきありがとうございました。自分はですね、あの朝の最初のコーナーだけいて、であとはもう帰る予定だったんですけれども気がついたら最後までいましたそうですよ。あ、そうなの、はい、で、ですね、まあ今こうやって表に出るメンバーとかはあのユーザーの皆さんから結構可愛がっていただいてると思うんですけれども、あの我々と一緒にですね、あの頑張ってるスタッフが山の方に、山のように、はい、まあそいつらのこともですね、そいつらのことも頑張ってるなって思っていただけると、たくさんいる場としては、はい、嬉しいなと思います。山に捨てられて、山に捨てられて、山に返してもらって、はい、今日は本当に最後酔っ払い気味ですごい楽しかったです飛んで出た、はい、ありがとうございました。はい、竹田さんお願いします。はい、14時間、お付き合いありがとうございました。長い、皆さんからしたらこう長い時間だったのかなとも思うんですけれども、結構自分にとってはもうなんかいろいろあって結構早く終わってしまった時間で、もっと話したいなっていうことがこう出てくるぐらいに、今モッチーがおこいつ次なんかスペース考えようっていうか、本当にあの最初はオープニング暗かったんですけど何でしょうね、最後の1時間半とか2時間の、遅いなエンジンすごい楽しくてあんなね、あんなあのトークはね、
もし皆さんがお聞きしたかったらまたしたいなっていう思いましたね。お前も来たのすごい、すごい、そう、あの酔っ払ってるからかもしれないですそれあるなんであのまたこの先4周年5周年とかのね、あのスタートから明るくできるように努力していきますんで、あの今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、では皆川さんお願いします。はい、14時間あの皆さんどうもお付き合いいただきありがとうございます。あの会場の皆さんもどうもありがとうございます。で今日前半はあの割とちゃんと仕事したと思ってるんですけれどもあの後半ですね、サブチャンネルであの本当に終わり間際にちょっと顔出そうかなと思ったらいい酒だけ飲ませていただいてちょっとずるいなと、自分自身ちょっとこれやなと思ったんであのいろいろ話をさせていただきました。あのすごく楽しかったです。また来年も、まあこんな感じで楽しくやりたいので、引き続き14の方よろしくお願いいたします。さあ、トリガー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 いいとこ出たー。まさかこんなところで僕がコメントすることになると思わなかったんですけどもまずは14時間に、放送にお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。噛んでない。今日ですね、僕はあのサブチャンネルの方で、オーケストリオンチャレンジの方のオペレーションをずっとやっていたんですけれども、その都合上で、サブチャンネルを含めてメインの方もずっと、モニターをしていたんですが、コメントを見て、皆さんがとても楽しんでもらえるような放送に、なっていたと思います。ですね、これからですね、まあ、パッチが当たってたとファンフェスもありますので、運営チームの、人間として、プレイヤーの皆さんに楽しんでもらえるチーム大丈夫です、はい、楽しんでもらえるように、頑張っていきたいと思いますのでこれからもよろしくお願いいたします。マジかすげえなマジで。コミュニティチームすごいっすね。答えられるもんですね。君も14時間あそうか、ね、はい、14時間ありがとうございました。3周年ありがとうございます。とりあえず反省会しましょう、うん、ということで次はおそらく次の日から TGS そしてファンフェスタ続いていきますのでイベントごとよろしくお願いいたします、はい、引き続きファイナルファンタジー14よろしくお願いいたします。それでは最後吉田さん締めていただいて、はい、2013年8月27日にまあ3年前のまあもう日付変わっちゃったんであれですけどまあ割と前代未聞のチャレンジをしてきてなんとか形にして送り出してから3年が経ってですねまさかこんなに本当に14時間生放送をやるっていうのを毎年いやノリでね14だしねって始めたのはいいんだけど毎年こうまあやれること自体がありがたいことだとは思っていて、まあじゃあ世の中14時間ぶっ通しでこれだけのスタッフ機材集めてお客様にもねコミュニティ代表来ていただいてやれるタイトルはそうはないと思ってるので、まあそれが3年続けられたので高井さんもまた来年14のマラソンランナーとしてという決意表明もしましたし、ゴンちゃんがそんなに超超える力面白かったんなら2時間15分っていうインターバルでやってもいいよって。追い込むなゴンちゃんどうする、やばいっすやばいな。ゴンさんね、またでもみんな言ってる通りですね、来年もまたここで皆さんと楽しくですね14を使って14を作ってる人たちも遊んでくれてる人たちも一緒になって楽しめることをまたやれるように1年頑張っていきたいなと思ってます。あとはこれから本当に素言じゃないけどな、まあ言うても3.4 のねもう深くうなずく一度ですけどあるんで3.4 をしっかりリリースしてですね今年この10月からファンフェスが始まります。ファンフェスでまた新しいお話や面白いお話ができるように、頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。最後にまあ、前広がさっきちょっとこっち側のメインの居酒屋放送でちょっとよしヘイト取りすぎなんじゃないってまあ、そんなにヘイトかき集めなくてももうちょっと下に責任感を持たせる、まあでも
それを受け止めるのは開発がそれぞれ感じりゃいい話だ。そうね。まあ話していけるものは引き続きあの開発チーム全体の意思としてやれるものはやれる、やれないものはやれない、あのやりたいけど今すぐやれないものは努力しますって話をちゃんとまたあの皆さんと対話しながらあの構成に進めていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。本当に長い時間ありがとうございました。はい、それでは以上をもちまして、はい、ファイナルファンタジー143周年記念14時間放送を全て終了とさせていただきたいと思います。皆さん長時間ありがとうございました。また次の機会にお会いしましょう。それではさようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。